見た。おお、すごい。よし、じゃあ、行きますよ。じゃあ、行きます。はい、じゃあ、こっち向いてください。行けてるやん。いや、このスペースを始めてみるわ。あ、スペースもやるんですね。その小谷さんのアイコンは？これはインスタライブ。インスタライブ。全部あるんだ。全部あるやん、マジで。正体、これでいいのか。スペースが終了しない。S のお三大 SNS、まあ、TikTok で出るしこれ行くしかないんですけど、そうなったら TikTok? 全くこんなもんねんから人格が違います。 TikTok もライブあるんでしたっけ？あります、あります。あるあるありますけど、なんか本当にインスタライブは見えました。チェックしてみてください。逃げてますね。はーい、はい、では、はい、ぼちぼち始めましょうか。皆様ご準備よろしいでしょうか。はーい、では、ただいまより出張サロンモザイクのトークサロンボリューム32始めさせていただきます。よろしくお願いします。出張サロンモザイクのトークサロンは、私美術家の中島麦と、はい、デキリンのキヌです。そして本日の天の声はサロンモザイクのパフェです。はい、この3名で行っております。Yes. で、本日のゲスト、ビッグミーラーのプロデューサー、リエルマークスディレクター、高橋くんです。ようこそ。ようこそ。よろしくお願いします。高橋翔さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。お忙しいところ。いえ、ありがとうございます。本日も、サロンモザイクが移転準備中ということでして、大阪西天満ギャラリー激輪アートギャラリーから配信しております。よろしくお願いします。ごめんなさい、はい、まずはじめにですね、ご覧の皆さんへのご注意です。参加費で頂戴しております、はい、マスク着用、アルコール消毒ご協力ください。よろしくお願いします。で、オンライン、様々なメディアにて配信しております。 YouTube を軸に各 SNSインスタグラム、フェイスブックで、よくわからんけど、ツイッター、ツイッターのスペースなどの始めてみましょうか。アタイプしております。よろしくお願いします。わからない、誰も入ってくれるツイッターのスペースみんなわからないんちゃうかな。わかってないからやってみる。わからんけど、とりあえずミキさんが最先端でください。なんかえらい音響きますねって、はい、入ってます。あ、もうそっちです。YouTube が、YouTube ですか。まあ、ちょっと音声の調整してみましょう。随時していきたいと思います。サロンモザイクのトークサロンがですね、2019年の12月に、大阪天満宮前のサロンモザイクで始まりまして、紆余曲折を経て今回32回目ということで、今宵もよろしくお願いします。一冊の本になるボリュームですね。一冊で収まります？収まらないそもそも、まあ、大体各回が2時間として、うん、32回、30回、うんうん、ん60時間、60時間、うん、長編ですね。まとめちゃくない。まあね、そんなこんなでやっておりますが、まずね、高橋さんのね、簡単な自己紹介の方からよろしくお願いしたいかなと思います。なんかね、もう名前はね、よく目にする方だと思いますし、爽やかなアーシャをよく見る方も多いです。けど実際なかなかご本人の話って、うん、お伺いしたことないだろうなと思ってまして、いろいろな興味あることされてるので、普段どんなお仕事をされてますか。どっから説明しましょうかねって感じなんですけど、はい、まず基本的には、ね、大阪のラジオ局 FM80 と FM 心って2局あるんですけど、うんうんうん、の会社に所属をしてまして、そこでアートの事業をやっているという感じです。うんうん、その中で、まあ、ビグミアートだったりとか、うん、ゲームアートだったりとかを、まあ、やってますという感じですね。そこのテニスとしてやってますというのが大きな枠としては自己紹介です。そうですよね、802です。802世代ですからね。ありがとうございます。やっぱ高校生の時に802のステッカー貼ってたよね。貼ってたね。もうちょっとしたかな。あ、そうですね。
世代です。聞いてます。もう完全にバンバーステッカーね。ありがとうございます。ありますよ。バンバーステッカーを、まあ、なんていうか出会いとしては、まあ、ラジオどっか見ないかどうかアメブラでもらって、こう受験の予備校のデッサンのケースに貼ってたので、へえ、一番がおしゃれでした。見るものを、ね、そう受験のケースに貼ってたね。それが未来ですよ、谷口さん。そういうことだね。だからまんまと10代の僕は、まあ、だからそういうこうラジオ局、まあ、FM 局やけど、うん、こうある種こうそこカルチャーにずっとストリートカルチャー、イラストとか、まあ、僕らも美術系ちょっと絵が好き、アートが好きな人たちもなんか気になるメディアであったのはもう20数年前からそうかなと思ってます。で、ラジオ局の中にギフミーアウトと DMO アーツってこれはどういう、確かに基本的に今説明として皆さんにお伝えしているのは、ディグミアウトは基本アートのエージェンシーティー化をしていて、企業さんとかの仕事を受けたまわりする感じだったり、そういうのをやってますという説明を平たくは。ディグミアウトは、ディグミアウトはもっとこうギャラリーっぽいお仕事をしていますと、ダイレクトな、そうですね、水C的な方が大きい要素としてあって、ちょっと仕事の毛色が違うって言うんですね。同じ広い意味でアートになってます。なるほど、なるほど、なるほど。だから一応その分ランブランド分けみたいなことをしてるわけです。ああ、そうそうそう。お、でも両方やってる。やってます。でも結構作家も重なる。重なるところまでも重ならないところまでみたいな感じですね。うん、なるほどね。だからもう本当にね、いろんな。常にいろんな顔を使う、ね、めちゃくちゃ忙しいでしょ、ね、まあ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 、ずっとこんな感じなんで、こっちもやれやれ、こっちもやれやれみたいな感じですかね。じゃあちなみに原稿走ってる仕事だけちょっと聞いて、そのどんな感じですか、今入れる仕事、入れる仕事、はい、まあまずあれじゃないですか、もういよいよ迫ってる。ああ、そうですね、はい、あの10月に予定しているサンドアジアというアーティスト主体のアートフェア、うん、もう8回目になるつぶやしまして、ね、今年は10月の14、15、16、それも、プロデューサーってどういう形ですか。一応肩書きはエグゼクティブプロデューサーです。そんなに偉くないんですか。なぜ中心、中心ですよね。そんな感じでやっそれもまあ一番大きいイベントとしてはありますね。それはどっちにぶら下がってるの。それはどちらかというとディグミアウトにぶら下がってます。そうなんだ、ね、ディグミアウトの方がなんですね、こうレンジが広いんですよ。まあイベントとかライブの設営系とかもディグミ。そうですね、そうですね。なるほど、なるほど。エグゼクティブプロデューサー、そこそんな広くなくていじるポイントです。言いたい、いじるポイント、なかなか言ってみたい感じ。なかなか言われないもんね。僕も最初、え、何の話で、あと、まあ、アジアの企画の上、ね、もちろん実際迫ってきた現場の、ね、まあ、立て付けから、はい、全てっていう、はい、もろもろ全てみたいな感じですね。と、まあ、あと例えばどんな日々で今日々扱ってる案件みたいな、まあ、それこそ来月、うん、福岡のアートフェア、はいはい、出展するのは DMO アーツとして出展。AFF? そうそうです。は DMO? はい、持ち戻しますよ。そうです、うん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 。出展しますとかもありますし、あとはちょっとまあ言えないですけど、まあ、いろんな企業さんとも持ち戻しだったりとか、うんうん、先週発表したのは大阪マラソンの T シャツ、バッジやってますけど、あのデザインしてますとか、リグミアウトの仕事をしたりしますし。それこう、なるほど、なるほど。うんうんうん、その、すごい、その中で、どういう立場の仕事をしてるんですか。作家を、そうですね、紹介する。ディレクション。ディレクション。アートディレクション。はい。で、マネジメントって。そうですね。とか、うん、DM を受けてギャラリーの顔として。そうですね。今、場所ってどういう感じなんですか。今は、保険の場所持ってなくて、ね、なんかあったら何かやるんだよ。あの、すごいですよね。北川の方、はいはい、だったりもしますし、他の場所も含めていろいろやったり、百貨店さんでやったりとか、あ、そうですね、そうか、アートフェアでやったりとか、いろいろな形を変えてやってるんですよ。あの姿ですよね、毎回現場地図なんですね。
準備はめんどくさいですね。僕ゾッとしますから分かるんで。まあ、じゃあそういうことで言うとね、こう、まあ、いいのと言うと、小谷さんの仕事のある種、複合的な部分です。プラスでしょ、いや、もうほんまゾッとしますか。え、でも、こう、場所は多分って、いつまで2019の8月か、うん、じゃあもう、そうか、場所を持たなくなって3年。3年。ちょうどコロナ前っていう。すごい、すごい、すごい。そうかそうか、そこからでもちゃんと DMO っていう形でずっとアフェアに出てるし、そうですね、なんか本当結構その外に出ることが多かったので、でまあタイミング的にまあ館を出ますって話になって、ちょっと一旦いたいかみたいな話をして、で一旦やめてて、そのままコロナが進んじゃったんで、なんかあれ悪いという間にもう2022年コロナ禍はそうどうでした。そう、今更な話になりますけど、うん、まあ今まだ若干価値を引きずってしまった、まあ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 、なんか影響ありました。まあ働き方やっぱ全然変わりますよね、うん、皆さんも、うん、それこそ僕らで言うと一応その母体というか、僕も仕事してるのがラジオ局、広告のお仕事なんで、うん、まあ最初それこそ2020年とか、うん、まあ、やっぱ如実に企業さんからのお仕事とか減りますし、うん、もしかしたら変わるし、うん、携帯が何らかのこう接触をしない形でどうやってやるかっていうことも含めて、ギャラリーとかより多分シビアな感じ。いや、だってライブはなくなるもんね。ライブはね、もうほぼ去年ぐらいまで、はいはい、フェスが全部なかったもんね。はい、普通に言いますけど、大赤字ですよ。ですよね。深く言えないですけど、もう大赤字ですよ。始まる2でもイベントいっぱい、ちょっとレジングも大きいですね。山ほどやってるんですよ。だって協賛とか、主催だけじゃなくて入れたり、ここさんのテーマでとか、こう、うん、アートで関わってるやつとか見ると、うん、ありますね。なんだろう、関西圏の、まあ、大体何かしら7時ぐらいこの間サマソニのお仕事もさせてもらったりしたんで、そんなんもあったりします。それがなかったってことだよね。そうですね、なかなか特殊な状況来たりとかね。確かに。でもアートもそのオンラインで見せるとか、あのままじゃオンラインですもんね。やりましたね。やりましたね。そう、あのアジア。2020年の時に、まあ、あのアジアはもともとずっとリアルで秋になってて、まあもうどう考えても無理やろってなって、でやめるのは全然余裕でできるんですけど、いつでも。まあちょっと一応機械だけ作ろうかということで、とはいえ、何かしらこう見れるシステムを作らんとってなった時に、うん、まあ、自分たちでシステムを作って、うん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 、一から作ったんですか。一から作ってますね、あのシステム。大変だって。いや、でもまあ、見づらさとかいろいろありますけど、まあ、なんとかというのが。同時翻訳とかいろいろやつじゃないですか、いろいろ。そうなんです。同時翻訳を埋め込むとか、結構埋め込む。画期的でしたよね。多言語なので、日英とかって正直余裕なんですけど、インドネシア語って何とかあるかな。無理じゃねえみたいな、そっから話をしたりしたんで。いや、ちょうどでもサンドームのオンラインとか、オンラインで何かを体験することがコロナで半年でちょっと定着しだして、だからめっちゃ一生懸命見たの。見ましたよ。で、そうなんです。だからこそこう、つまんのストレスっていうね、そのそう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 、みんな慣れてないから、さあ慣れしないから、あまりみんなどうしたいのどうしたいのみたいな。いっぱい対応を送るみたいな。まあでもそれをやるってことも重要。まあまあまあそうですね。やらないとまあ分かんなかったこともあるので。いや、あれやってよかったですよ。それはまあそうですね。一個モデルになりましたもんね、あるね。イベントのやり方として。まあだからそういうことをまあ結構複合的にされてると。そうですね。そうですね。はい、いやもうだから、ここから話が全部そっちに行きそうなんで、ちょっといいですか。簡単な自己紹介で言っときながら。そうなんですね。結構いつも簡単な自己紹介難しいんですよね。簡単に終わらせてくれない。私こっちも我慢できずに言っちゃう。まあでもちょっとその DMO でアートに関わるようになる前のお話とかって今までどっか聞きたいなと思ってて、はい、その話ってあんまり知らないんですよ。あ、ほんまですか。あ、アートにの出会いってな、アートの出会いですか。アートの出会いは、うん、僕別にずっと高校生とか大学生とか普通の大学なんですよ、うん、
いわゆる経営学にいたんですけど、あ、そうでしたっけ、全然その普通の、これ一般普通科の高校出て、普通の大学に参りました。何部ですか？経営学部ですね。経営学部と思ったそうなんですけど、なんかそのアートの出会いの話で言うと、僕が高3の時に、うん、まあそれまで一切美術が興味ないっていうのを大前提に喋りますけど、はいはい、僕レッチリが好きで、はいはいはい、音楽が好き、レッドホットチリペッパーですね。でハードロックね、ハードロック、ハードロック、これだな、わかんないけど、まあその辺はその辺はまあ調べていただいて、うん、でそのアルバムがその年にリリースされて、うん、そのを記念した来日公演があると、うんうん、で、東京2公演、大阪1公演からでありますと、で大阪は別にまあ大阪住んでるから行ける、うん、大阪はどうも行ったらいいんですけど、うん、まあ東京も行こうかみたいな話をして、おうおう、しかも同じクラスの中でそのレッチリが好きな子がいて、うん、いますよね、高校生グループで、で、もう完全に僕とその子しかないんですけど、そのクラスの中でもいいんだよ、で、まあ行こうか、行けるチケット取る、うん、でそこまでいいんですけど、うん、まあ高校生だってお金ないじゃないですか、うん、なので行きも帰りも夜行バス、うんうん、夜行で行って、うん、朝着いて、うん、なんかして夕方夜見てで夜帰ってこようみたいな、弾丸ツアー、それ止まらない、車中泊、東京ドームか、東京ドームです、東京ドームですって感じなんですね、うんうん、でまあ着くじゃないですか、うんうん、夕方まで暇じゃないですか、うんうんうん、3日ね、そうそうそう、うん、そうないので、俺は朝早くそうしてる、飯言うたからね、そんな、うん、その6時とかに、そうそうそう、暇なんで何しよっかっていう話をしてる、うんうん、で彼は僕の友達はグラフィックデザインになりたくて、うん、高校生の時から、うん、今ももうグラフィックデザインになってて活動してて、うん、美術の仕事とか一緒にやったりするんですけど、美術館とか行くのがもともと好きなんです、うん、ほう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 、今度は何か行こうかって言って付き合ったみたいな、でその時やってて、うん、まあ言ったら有名なやつ、高校生の方が分かってたやつ、ロデタリーとかクロップコンビ、しかも東京に来てテンション上がってるんですね、もうとりあえず一番でかいやつで来てたのが、うん、上野の国立博物館に、はい、フィッツィの、うん、ダヴィンチの絵が来日するみたいな記念展みたいな、いわゆるでっかいドーンみたいなやつ、テレビいっぱいちょっとしてたやつやってて、もう見に行こうかって、うん、全然分からへんけど、ね、うん、まあベルナルド・ダ・ヴィンチの名前ぐらいは知ってますみたいなレベルで、行って見たら面白くて、うん、おー美術館おもろいやろみたいな、あ、それ高3の時、高3の時、そっからなんかちょっとずつ行き出して、あ、でも高3のそれ夏ぐらいなんで、うん、進路まで行かないですよ、もちろんですよね、進路美術にしようかまで行かないんで、うん、普通の経営に行ってる、大学もそうで行かないんじゃないか、まあ、なんかあれよあれっていう、あ、じゃあその経営学部に行きながらもなんとなく美術館は行ってた、そうですね、結構行ってましたね、なんか面白いっていうのに気づいちゃったって感じ、そうですね、うん、特にその音楽っていうカルチャーが、はいはい、お好きっていうのが、はいはいはい、その結構でも高校生の時ってそれにアートはくっついてこなかった、くっついてこなかったですね、うん、まあ、でももう MV とか PV もあるんや、 MV、PV ありますあるし、あります、あれだ、アートはジャケットですあるし、そうそう、うん、マークライディングがいかんかった、で、なんか始まるのもあるよね、あ、これこれこれみたいな、ちょっと聞いてましたけど、うん、別に、まあ、それはそれこれこれみたいな感じですね、そうか、じゃあ出会いだと学生時代に好き気になってたアートで記憶に残ってる展覧会とかある？気になってたアートで、まあ、美術館でも、そうです、引っかかって、もう結構行ってて、うん、大学生時代は、うん、学祭とかあるじゃないですか、大学生、うんうん、学祭嫌いで、学祭嫌いそれはないんですよ、学祭嫌いで1週間あるんですよ、準備とか、いや結構いや大きな大学に行ってた、あ、はい、近畿みたいな感じですか、はい、でっかいって、でっかいって、まあ、知らん人いっぱいいるし、全然楽しくないから、知らん人いっぱいいて楽しくない新鮮な人は僕より知らん人いっぱいいるじゃないですか、近代の学祭とかめっちゃ楽しそうやな、そうですね、あんまり多分その楽しみなくて、あ、それは別にいいんですけど、うん、で、まあなんか学祭の時期、逆に言うと僕は休みなので、そのタイミングで海外行って、美術がわーって、ギャラリーわーわーって、
海外行って、海外どこ行ったんですか。パリとかも行きました、学生の時に一人で行きました。かっこいい。だからもう iPhone とかないんだ、こうやってちっこんな見ながら。そうね。だからもう、そうか。15年ぐらい前。うん。うん、そうですね。2000年だから。2000年です、うんうん。アクティブですね、結構。アクティブなんですかね。まあ、かもしれないですね。うんがさい嫌いだけど。うんがさい嫌いだけど。そう。だいぶでも当時その美術系の大学行ってても美術館とかギャラリーに行くために海外行こうって言ってるやつって本当に少ないし、僕も行ったことがない。あ、ガチャに行かないんだよ。いやだからそんな感じなの。美術系の大学じゃないから行ってるんだと思います。多分日本にちょっともう普通の時も、多分普通の人よりギャラリーとか美術館行ってますけど、その時より僕じゃないからこそ何かこう学びたい。え、何で情報をキュッてしてた？何がメインのそのアートニュースを何を見ていて、もはや何やったのかな。雑誌とか読んでたけど、もうでも覚えてないですね、それ言われると。エルマが何系で、何系でたどって生きてたのかなって。何系でたどって生きたの？でもギリギリウェブがもうちょいちょい出てる。あ、出てます、出てます、出てます。うんうん、そこにだから2005年かもっとそんなぐらい、そんなぐらいです。僕が大学生の時だから多分9とか10とか9とか10ぐらいその辺なんだ。ツイッターとかも始まってて、そうですね、日本で、日本の SNS も含めて多分情報を取ってますね。じゃあもうちょっと雑誌世代とかはちょっと隠したぐらいでしたね。でもね、まあでもそこの中からキャッチして動いてたっていう。そうですね。音楽はずっと好きだったんですか。音楽はまあ好きでしたね。なんかバンドやってたりとかしない。全然全然。あ、全然全然。プレイヤーにはならず。全然全然。キクセン、ニルセン、キクセン。フェスキクセンとかも。フェスのまあ、ぼちぼちとか。そんなめっちゃ行ってるかって言われてそんなに行ってないです。ちなみに、レッチリはずっと好き。あ、ずっと好きですね。俺も。コカゲと青春時代に、青春時代世代的にはバンドはこれやな、世代的にはリンキンパークあの辺の世代かな、はい、僕らの世代、いわゆるオルタナー、でも結構ゴリゴリしたの好きやね、好きやね、とかだと思う。まあちょっと上だとレディオヘッドとかになるんですけど、ああ、僕らだとちょっと上ですからねと思うんで、わかりました、世代が。わかりました。音楽確かに言ったら、青春何聴いてたかっていうかね、もう、もっぱら洋楽ですか。もっぱら洋楽ですね。洋楽好きなんですね。じゃあ、でも結構アメリカとかには憧れた。なんか別にその国に憧れとかもしないですけど、そのカルチャーとしては全然違うから、それはいいなと思いました。で、大学を卒業同時で八幡に、卒業ほぼ同時ぐらいです。あ、それはどういう経緯？なんかそれアルバイト募集してたんで、アルバイト募集に応募した。アルバイトから入ったってこと？そうです。それは普通のギャラリー、ギャラリーの。で、その時に小谷さんはもうその時あってるので、僕2012年入社なんで、10年ですね、丸。あ、もうじゃあすぐなんだね、大学でね。じゃあもう大学の時に、近代経営学部から、ね、就職とか、みんなだって普通に就職が押し出すわけじゃん。出たんですけど、うんうん、なんかちょっと血迷っちゃって、血迷っちゃって、ちょっと自分の好きなことですか。そう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 、なんかあるじゃないですか、そういうの。そうなるけどね。あれはこんな感じ。で、そこでアルバイトで DM の方に入る。そうです、そうです。まあ、今回あの、ね、ゲストにも出てくれたことが、まあ、谷口さんとか、はいですよね、まあ、この小谷さんがいてる、え、その時は伊勢丹さんじゃないですか。伊勢丹さんが、その時か、移転した後、移転じゃないか、最初にあそこで最初にあったとか、そっかそっか。他探して DM がいいなってなったのか、あざわざやりもあらないことが募集ってないよね、でも求人に出てたんですね、DM って。うん、こんな感じで、こんな感じで出てたんだと思って。なんで僕はもうここしか働いてないんで、他はあんま分かんないです。そうか。はい、他の人は分かんないです。転職するというか、はい、プロパーシャルです。タウンワーク？何言ったんだろうな。SNS 言ったんだろうかな、多分。
ネットタウンとか。その頃求人誌の提供までしたんで、逆に気になるんですよ。今でもネットタウンとかあるありますね、今ね。今はありますね、ギャラリーさん。そうだ、この前のテルカヤマのスタッフ募集とかですよね。うんうん、ああ、そうなんですか、ね。東京のギャラリーのスタッフのスタッフ募集とか。求人誌に出るんや、うん。ネットタウン使ってますね。だからそういう感じで、キャッチして、じゃあ面接に。うんうん、合格って言われて、うん、あるいはこれと、そこからわわわと時間が経つみたいな。最初だからアルバイトから始まって、そうですね。から正社員に、え、今正社員？まあ正社員。から正社員に採用。あ、何個か段階ありますけど、何個段階あります。雇用ですね。でもそれでも10年か。はい、10年か。10年か。でも、でいう、あの、部署の中は、一人と。一人ですね。今。今一人です。あ、始まるんだ。アウトドームは、デグミも、DMO も、高橋。うん、一人で今、そうね。一人なのか。そうです、ね。部下とかいないのか。あ、そっか。ありますということは、本当にもう、だから、言うたら僕と同じような環境で、一人でやって、それだけの仕事量をこなしているとか、ね。それがこう、まあ、組織的な、組織的な、もちろんいろんな人の協力があってやってるんで、別に、僕は全部一から順でやってほしくないんですけど。あ、それはすごいわ、ちょっとびっくりしたわ。うん、ね、いろんな、まあでも、そう、会社というのは似てるけども、本当に多面的なギャラリーの仕事って考えても、うんそうですね。いわゆるサラリーマン、僕ね、サラリーマンみたいな感じですよね。フィナンス的には。そうか、僕のイメージだと、うんうん、高橋君ってすごく現代アート好きで詳しい人ってイメージがあるんですけど、うんうん、その経緯でいくと、いや、あの、変化だったそんなことないですよ。結構言われるんですよ、それ。でしょ、すげえ現代アートプロパーなんでしょみたいな言われるんですけど、そんなことなくて。なんか、働いていくうちに心境の変化みたいな、なんかこう、あったんですか変わっていく感じ。心境の変化っていうか、多分もともと別にプロパーじゃないし、もともと別に専門知識ないし、勉強はしましたけど、うん、勉強したのね、うん、なんとか本買うとか、ネットでなんか記事読むそのレベルなんで、うん、専門的な学習は別にしてないので、この絵の描き方はどうこうとか。まあでも現場では、勉強せざるを得ない、うん、聞かれるし。説明せな、知らなかったり足りてくるし、うんうん、でしょうね。その話もいっぱいあるじゃないですか。ですよね。そのためにまあ調べたりしてますけど、そのぐらいしかできないんで逆に。まあでもだからこそある種一般化するところも芸大出身やとね、基本難しく、確かに部分といろいろあるのかなとかね、あります。違う動きに対してとかね。そうですね。そうか。じゃあ、アートませんでも、でももう10年。10年経ちました。はい。なんかその間で、こう、このまま、最初の頃と、まあ、5年ぐらい前、はい、コロナの前と今みたいな感じで、なんかその10年間で、心境の変化とか、その、自分がだんだん関わるボリュームが大きくなっていく。はいはい。そうですね。最初はアルバイトで、7個店頭でお客接客メインから、うん、自分で初めてやった企画とか覚えてるんですか？ああ、そう。いや、覚えてないな。なんで、それ、ええ話にならない？DMO で、初めてサッカー。おお、そっか、覚えてる。初めてだ。さすが、ボールだ。サッカーに声をかけて、そうですね、こういう展示をしたい、うん、から、どうですかみたいな声を。ブルドットっていうイラストレーターさんがいて、うん、それがもうまだ3倍の時やから、12、3年ぐらい。ああ、3倍です。まあじゃあ入って1年目ぐらい、イラストレーターさんがファーストディレクション、うん、なんかなっちゃうそんな入って1年目で企画をしてくれるんですね。その辺はね、むちゃくちゃな会社。むちゃくちゃかな、いい会社だなと思うけど。うん、で、その、まあ、DM も半分ぐらい、まあ、イラストアートって言われてるのもあれやけど、うんうん、まあ、イラストよりの人も半分ぐらい。うん、そうですね。うん、うん。なんか、記憶に残っている企画とかあったんです
この人と出会い、この作家さんと出会ったあれ、まあそのね、いろいろ言い終わることあるかもしれないけど、みんな覚えてることがある。そうね。いろいろあるな。最初の頃に、僕、わ、変態、この人変態最高みたいな。この人変態、この人変態。結構今もその、結構ずっとやってるのは、ユーゴっていうアーティストがいて、イラストレーターもやってて、アーティストもやってるんですけど、彼は結構あの密にいろんなところ一緒に行ったりして、何回もしますし、コミッションワーク的なこともしますし、企業案件もやったりしますし、そういう意味では関係性は深いかもしれないですね。高橋さん、どこを見てますか、作家の。どこを見てますか、うん、もちろんその作ってるものも見ますけど、うん、人を含めて見ますか、ね、あ、人ですか、やはり、うん、人というのは人というのは大喜利みたいな人という島みたいな話だけど、怖いな。あの人の中でも、まあ、例えばその、ハクさんですね。ハクさん あの先代の方はもうアーティストは人柄やと、うん、全て人柄で見てる、決まるって言い方をしたんですけど、僕はあんまそう思ってなくて、人のどこを見ます？人やっぱ人柄ですか？人柄も見ますし、うん、まあそれが広い意味で人柄になるんでしょうけど、うん、多分今のアーティストさんってその人の魅力みたいなものを含めてアーティストだと思うので、ね、うん、そういうのも含めて絵さえ描ければいい、うん、そういう時代じゃないと思う。SNS の発信を含めたところですよね。物を作ってるから何してもいいわけないので、うん、まあ、普通に言うし、逆にその新しいアーティストさんと仕事するのも、こう会ってからじゃないと基本的には仕事をしないので、あ、作品だけでは判断しないと、うん、SNS バズってるなと思いますけど、思いますけど、それだけです。つい作品作るのに会ったらあかんかったみたいなやつしますよ、ね、うん、別に多分それでも実名言いにくいなんか人柄って結局、例えば僕と飯野さんでもいいと思う人と悪いと思う人は多分違うんですよ。全然違うと思いますよね。だから僕がいいと思えば多分良くて、そうですね、でもね、主観無駄なると思うので、結局のところ、主観的にその人と一緒にやりたいと思うことを仕事をする以上って感じ。なるほど、うん、作品性とかは何かポイントありますか？こういうとこ見てるとか。作品性で言うと、うん、なんだろうな、基本的にはイメージが強いものが好きですね。イメージが強い、うん、なるほど、うん、でも、もう今となってはさ、DM アーツのカラーは高橋君の、まあ、見る目が作るというか、うん、で、うん、まあ一人しかないですからね。そうしたけど、まあその会社って組織があるかもしれないけど、はいはい、そこのなんかその作家のそのさっきイノフの話が重なるけど、どういう風にイメージが強い、イメージが強い、なんかあとはそのなんだろうな、その作家性と一旦ちょっと離れるかもしれないですけど、うん、僕ら その活動のスタンスだったり成り立ちで考えると、うん、言ったら公共性がすごい高い会社なの で、ね、うん、公共に対してやっぱりその広く認められるものじゃないと多分なかなか難しくて、僕が好きだけでは成立しないものがあるので、そうよね、首切ってるとかあるよね、はいはいはい、それちょっとあれちゃったら元が入ってくるんで、やっぱそのこう80のところ、ラジオ局が発信するグラフだっけ、グラフィックというか、うんうん、イメージとしてっていうのは意識するというか、まあその、うん、もちろんそれが何だろうな、こう、うん、ハードルになってるわけではなくて、むしろそれが強みだと思っていて、うんうん、それに乗せれるのが強みだと思う、うん、乗せれないものをやっても、せっかくの強み、自分で殺すのもったいないから、確かにね、なら使えるものを使っておこうみたいな。だって唯一ね、そのないもん、メディアがこんなにギャラリーをやってることないし、うん、そのラジオをやってるっていうのはすごい関西のことだと思ったりするけど、うんうんうん、それがこう、DM アーツになる前から、コディグミアウトカラーイラストレーターが幅が入ってる日、そのいわゆるその20年の中から関西でストリートカルチャー誌みたいなのには必ず、うんうん、そこに入ってるみたいなところってのあるよね。絶対ありますか、うん、それってすごい特殊な、うん、
で、それは多分、僕と思うより先人が皆さん出てきたかったものだと思うので、でもそれを、それを生かしつつ、別にそれが悪いことないから、それ生かしつつどう活動につなげていくかっていうのは考えてますし、プレッシャーに感じる時とかないですか？プレッシャーは別にないです。あ、ほんまですか？うん。なんか、それに乗っかってって言い方あれかもしれないですけど、まあ、ちゃんとこう、通していかなきゃなかっていうのはあるんで、みたいな。で、今はその、作品の決済とかイベントの決定権みたいなのをほぼ持ってる。結果的には会社の上司に当たる人はいける。よしますよしますでも誰かのハンコがいるってことなんだ。例えばイベントアートフェアとかハンコはあんまりいらないです。いらないです。ああそう。ああそう。いい面白い会社だね。ハンコいらないです。ちゃんと結果が出てればハンコいらない。今はハンコいらないです。最初はハンコがいらない。ハンコいります。もちろん。あ、でもそれは結果出してきてたじゃないですか。多分今後あるかもしれない。それは分かんないです。逆に言うと特殊な会社なんで上司が変わるので、多分普通のギャラリーと上司変わらないんです。確かに。オーナー社長がいてその部下もしくはそれが自分でやることだと思うんですけど、うちあの僕の上司が変わるのでいつかは。はいはい。その会社の中で、ね、逆に言うと僕の部下ができたとしても僕はいつか変わるかもしれないので、まあ、定年があるからなりますけどね。そうかな。そこら辺でマルチでも自由になる部分ってあるよね。と、いや、なんか特殊やしね。特殊やしはもちろんありますね。特殊なんで。でもそれぐらいじゃ任されてるってことよね、僕は。いや。足崩し的にやっておりますけど。あかんみたいなこと言われる。あかんのもちろんありますよ。あるもちろん。言える範囲で。こんな企画を立ち上げようとしたけども、それはと、なんか、ボツ企画ネタですね。ボツ企画ネタ。あったするのかなと。いや、もう全然言えない。ボツ企画ネタあるか。ありがとうございます。ちょっとぼやかしいって全然構わない。ちょっと待ってくださいね。まあ、それこそさっきの話じゃないけど、その、局の関わる何かで攻めすぎるとちょっとこれ上げちゃうかとか、そういうのはやっぱ修正ですね、どっちかというと。バシッていうよりは、ちょっとこれ路線こっちしようかみたいなのがあったりするんで。固定するイメージに対して、ちょっと今回はその方向じゃないか、ね、ちょっと強すぎるねとか、ちょっと。あとはもうそれこそ、うちの会社じゃなくても、まあ、やっぱり僕のお仕事でいうと、もっとこう。代理店とか、なんかこの企業とかっていうクライアントワーク系だと、もちろんいっぱい修正入るので、まあ、A さんってアーティストをやってたのに、突然 B さんになるとか、そんなのもありますし、そうだよね。そういうのはもう、もろもろ、そういうのも含めて、営業事業部みたいな感じですかね。そういう時、ちょっと戦ってみたりします？戦って、もちろん。いや、これは。なんかまあ、それはアーティストのためになることであれば、基本的には。うん。そうですよね。A さんって言ってたんだ。あるじゃないですか。いやいや、あんた A さんのって言ってたよ。そういうのはあるのね、組織。でも、その結構イメージ、まあ、そうかな、自由局と局内で言うと、そのアートのウェイトってすごく高いように感じるけれども、本部から見てて。やっぱその一部門ですから、ないのかな、まあまあまあ、その彼女が作ってきたみたいな、ね、空気があって、でも、中にも一人なんだっていう。全然。だからできることある。これ聞いてびっくりされる、いっぱいいると思います。うん。そうなんですね。高橋さん一人だったんだ。高橋 A、高橋 B、高橋 C ぐらいで。そう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 。ネアオラで作るぐらい、こう。裏でね、表に立ってね、旗振る人は一人だけど、まあでもいろんな人のサポートがもちろんあるので、また何度も引っ張るにしてもさ、何度もじゃないですか、大変ですね。いろんな人と関わるので、あれこそ、社外の人も含めて、それは皆さんのサポートがあってですね、本当に。今だから、ね、その今名前が出て10月の開催が、10月開催ですね。エグゼクティブプロデューサーって何するの？いや、その名前選考になっちゃって、ごめんなさい。基本的には、まあ、いわゆるプロデューサーですよね。でも一番トップのプロデューサー。なんかそういう感じですね。うんうんうん。
じゃあもう全体のイメージ権の決定。そうですね。でもその組織、アンノンアジアの実行委員会事務局としてはこういろんな人のサポートされてるんですの中でのまあ監督、うんうん、これもちょっとこっちでしましょう。まあそういうのは基本的にはいいけど、まあ相談の中でですけどね。うん。で中でもそのビジョンを掲げてそれに対してみんなの意見の中から調整していくっていう、うんうん、そうですね。組織としては何人大事なの組織ですか、うん、アンノンアジアですか、うん、アンノンアジアはコアなその実行委員でいうと、うん、何人ぐらいかな、10人弱ぐらい。あ、結構うんとそうですね、ビジョントラックの方、ビジョントラックはもう今言ってないんですけど、あ、そう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 、アシカさんとか。あ、そうですか。あ、そうか、もうそれは外部だよ、外部の実行委員だよ、外部の人もあります、内部の人ももちろんいます。あ、八幡部にここの人も見てて、そういう組織なのか。いや、全く見えへんよね、いろんな見えないですよね。ちなみにそのアンノワリの実行委員会ってだからその表立ってその言えるのは僕と石川さん今だけですよね。アート的な視点で、あとはもうちょっとこう運営まあやる人とか、まあ、そういう感じ、事務局仕事やる人とか。じゃあそのウェブミーティングが、まあ、週一で必ずやるみたいな簡単に組まれてると思うけど、そこにはもういろんな、いろんな人、いろんなジャンルの人が。ちなみにどんなジャンルの人が関わってるの？それって表に出てないので、表に出てない、フレーム範囲で、ね、まあ、イベントを運営する担当だったり、うんうん、まあ、まあ、いわゆるスポンサー対応する担当だったりとか、それが八幡部の人。そうそうそう。ああ、それ社員さんってそれですか？ああ、だから社員さんが中に入ってる。います、います。ああ、なるほど、なるほど。基本主催なんで、そっか、会社が。会社の中の広報とか企画とかの人も入ってる、うん、なるほどなるほど。あ、そりゃそうだよね、そこまでやってるとわけないよな。昔言ってたんだけど、ちょっとさすがに無理なっちゃって、うん、これが手伝ってもらって。そうですね、うん、その対応部署とか考えるエリアによって、まあ、いろんな部門の人が入ってる、ね、外部の人は今どれくらい入ってる？外部は石川さんとかも外部か、石川さんが外部ですね、石川さんとあと数人外部の方がいらっしゃるんですね、まあ、いろんなことやってくれる何でもやさんみたいな人もいれば、うん、事務局対応してくれる人もいれば翻訳してくれる人もいれば、あ、そうか、広報してくれる人もいればいろいろ、いろいろいます。でも外部発注という形で頼んでる、それぞれのなんかこう得意を引き出しつつ一緒に、このイベント告知の段階とか、まあ、秋のもうイベントに向けて、うん、季節労働的にチームが結成されるから、まあ、でももうほぼほぼ1年やってますでしょうね。あったらすごいでしょ、だって終わってもその外部で展覧会やったり、株式エクストラっていう、すごいね、ほぼ1年やってますね、あんまり区切りはないですね。そう、いや結構でもあんまアジアってね、画期的なイベントだったとか、画期的な時代があった時の、画期的ですよ。今年6回目 ?8回目か。早いねー。8回目。早いねー。え、あ、中之島公会堂の1回目、8年前。そう。2015年なんです、あれ。もう8年経ったかー。8回目。親戚のおじさんみたいになってますよね。ほんまそんな感じ。8歳か、お前。そう、もう小学生か、みたいな。やばいっすね。いや、8回、8回すごいっすね。いやー、意外と。すごいですよ、なかなか。意外と。意外と。3年続けばいいって言いますもんね、イベントって大体。意外とね、続きましたまだ、いや、来月は。はい。そうか、8回。だから立ち上げの時から、いますね、今までずっと、はい、生え抜きで、そこそこ。なんなら唯一ぐらい。うん。僕、石川さんだけ。そこそこ。ちょっと感心はしちゃうしますね、うん、考え深いですね、ちょっとね、ずっと知ってるだけにね、見てるだけに、うん、そう、いや皆さんにお越しいただけることが大事ですから、あれは、いや素晴らしい、なんか思い出深いこととかありました、この8年間で、反応まで、反応まで、思い出深いことはもう忙しくてすることじゃない、いやでも、まあ、やっぱりこういろんな事件が起きるんですよね。そうですよね。正直。行きたい行きたい。
いや、お前ここで絵の具使ったらあかんって言ったやんみたいな。いるし。やるかんって言ってたやんみたいな。何使ってんのみたいな。何が見るのあるし。え、中野市の公開の絵の具ってこと？いや、まあ、どことは言わないですけど。あ、そうなんですね。とか、お前ここで弁当食うんかみたいな。まあ、あるし。あ、そういう。なんかね。いろんな小ネタが。まあ、いっぱい起きるでしょうね。あとまあその違う文化圏の方が関心になるので、まあもうね、まあ、最近はちょっと日本人だけですけど、あれも大変だよね、きっとね。何言ってるかお互い分かんないから、お互いでも。語学はどう？デタラメ英語。ああ、ぐらいのレベルです。雰囲気英語。雰囲気英語。だから、そういうし。だからこう、実は、インドネシア語ちょっと喋れますもんね。まあ、そんなこと、全然ございません。実はインドネシア語ちょっと喋れるやつ少ないと思いますね。いや、だってこんだけの企画あるのに、海外にさ、今でこそあれやけど、4年ぐらい前の時なんてね、シンガポールで。うん、そっか、あーってた。ポートフォリオを、デビューになって、海外ツアーで、タイで行って、シンガポール行ってみたいなことしてたよね。行きました。出た。喋れそうなのに。もうなんともない、なんともないです。わかる。なんともないんだよね、結構。行きゃなんだろう。行きゃなんだろうね。いや、だからそう、ああ、そうね。海外の人がこんだけ来れなくなるのはちょっと、うんうん、そうですね。確かにね、はい、アジア言うてしまってますしね。3年経ちましたね。まあもう別に普通に言いますけど、今年もほぼとかもう 100% 近く日本人なので、まあ、難しいですよね、うんうん、そこでもやろうとかアジアをつけようとかっていう意識はね、ちょうど3年4年前とかが大阪の街もマックスアジアですからね。マックスアジアですね。で、あのアジア、うん、そのオンラインになる直前の回って、アジア比率っていうか、海外比率4割4割ぐらいいきましたね。うん、そうですね。2019が人数的にも一番多かったし、その全員出勤者数、うんうん、まあ、凄まじかったですね。で、その人たちをどう管理してたのかってすごいよね。ね。ほんまですね。管理っていうか、情報をまず伝達するっていうこと自体。うん、もうだって海外の人にメールを送るだけでも大変なのを知ってるんで。うん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 。いや、もう全部やってるってことでしょう。大変ですよ。原薬その量なので。で、なんかその、ちょっと通じなくて、怒り気味で英語で怒られてくるみたいなのって。あ、あります、あります。めっちゃもう開きたくなくないよね。うん。本当に怒らなあかんねん。すっごいストレスなんだよね。まあ、でもそうなればいいなっていうのを一応今は目指してる。もちろん。いや、それはそうですよな。それこそ僕、来週、タイに行くんですけど、おう、まあ、あの久しぶり海外、うん、それもあのタイでずっとあのアジアに協力してくださってる人が、うん、今度そのタイ、バンコクでそのフェアをやるんで、それに一緒に石川さんと行くんですけど、うんうん、まあ、そういうのもあったりするんで、うん、氷がついてるし、コネクションもついてるんで。あとはその国と国との間の渡航がちょっとねフリーになってきたら、うん、行けるんでしょうけど、タイは今はなんか隔離期間は隔離なしなし行けるの、注射打ってればワクチン打ってるけんな、うん、その出張はあのアジアとして石川さんとご一緒に、そうです、その向こうにフェアがある、そうです、イラストレーションフェアみたいな、やってたで、それが来週かなもあるんで、でそのさ日本でもそうイラストレーター、まあ、マンガアジアから派生してのことになるけど、うん、イラストレーターとかアーティストとも一緒にコミッションワークをしたり、作品取り扱ったりと一緒にやってるし、でそれを海外とかそういうことになってるけど、なんかその DMO、ディグミ、アンガアジアを通してこうやる違いとか、向こうの作家と日本の作家の違いみたいなって感じることになる。まあもうでもほぼほぼ全部多分違う。全部違う。まあだからもう育ってきた環境が違うからって言ったら終わりなんですけど、うん、もう全然対応の仕方とも違いますし、いいか悪いかとかじゃない。ああ、どうなりますか？なんだろうな、人によりますけど、うん、もすっげえフランクな人もいれば、うん、契約ガチガチで来ないとダメな人もいるし、いや、ほんとしっかり結んでるんですけど、いろんなタイプ。グレードもいますし、
そうですか。アジア圏でいうとお国柄もある。お国柄もあります。なんかちょっとざっくり教えて。その高橋君が出会った韓国、中国、台湾、はい、ベトナム、シンガポール、インドネシア、タイとか、まあもちろんその、うん、多分パブリックイメージと一緒で、うん、南に行けば行くほどこうハッピーな感じ。ああ、そうだね。もちろんもちろん。ユエイルズみたいな。パリエみたいな。もちろんもちろんもちろん、それはパブリックイメージ。やっぱ暑い国のハッピーな感じ。ラテン、のんきな感じ。のんき。それも重ねば上がるほどこうなるっていうか、キッチン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 感じですかね。なんかじゃあすげえ気候はあると思います。人柄と全然こうリンクしてくれてます。なんかその各国々のアートシーンみたいなのって、うん、結構見てますよね。まあ行く国に関しては見てますけど、まあ、それぞれの国でいろんなこう派生の仕方がやっぱりあって、まあ、今多分東京とか、うん、韓国ソウルとか2回行った感じだと思いますけど、ね、全然東南アジアとは違うシーンなんで、ね、コンテンポラリーアートギャラリーですか、どこにあるのって感じなんで、 そうですね、そんなものほぼないんで。今までそのアンノーン絡みでいくどこの都市に行ったの？どこに行ってるか、韓国、うん、台湾、うん、香港、うん、タイかな、うん、ぐらいですね。どこが一番面白い？面白い。肌に合うのは台湾です。あ、はい。ちょっと全然台湾、台北ですとして。わかる。台南じゃなくて台北。なんで？ご飯美味しい、うん、物価安い、人がいい、人がいい。何かちょっと日本通じる。うん。もう言うことないね。不満なし。不満なし。本当にそう。台北だと思います。うん。うん。メーカーは行きたいね。行きたい。本当に行きたいですね。台湾もちょっとまだ厳しいんですよね。うん、向こうがちょっとコロナに関しては非常に厳しいね。うん、いやいや、でもその、ね、気になるアジア、タイ楽しみ。でも本当はちょっとドキドキしてる。タイの後、中国に行く予定だったんですけど、四川の成都に行く予定だったんですけど、それさすがにちょっと入れなくて。中国があまりにも厳しくて、コロナの厳しくて、コロナの対応、ビザ出さないと当然できないし、うん、隔離期間も当然長いし、そうね、中に入って1週間隔離とかで毎日 PCR みたいな、そもそもその中に入るまでのビザが降りないみたいな。だって街ごと閉鎖したぐらいの徹底的に強そうっていう姿勢で、中国はね、うん、そういうのも、まあ、言い方よく言うときっちりしてはる。まあね、きっちりしてますね、うん、でもそんな無理よね。無理さ。1ヶ月単位しかだから。そう。お金なんて膨大にかかるしね。そうです。全国で。ていうか帰ってくれるかなしね。あ、飛行機飛ばしませんって言われたら飛行機帰ってくれるもんね。それなんか中国の成都でなんかそういうペアだったから。それは今度、うん、その再来週かなにあるんですけど、うん、中国のそのキャラクタービジネス。うん、とかをやるその展示会みたいな、まあ、東京とか日本でいうとビッグサイトとかやるよね。ああいうのがあって、それこそ日本からの集英社とかそういうのが出るんですけど、ちょっとそれに関わって呼ばれてて、うちのアーティストさん何人か出展をするので。そんなイベントあるのにそんなに厳しい？でそのイベント出ようと思ったらそれ全てクリアしたらみんな行ってる？あ、もう行ってないですから。あの中央エンジン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 集英社いるもんね、中国さんね。とか、そんな感じです。全然、そろそろ行けない。全然行けない。なるほどね。なるほどね。なかなかでも、その、今、動いてるからこそ知り得る。確かに。いや、面白いね。いや、そうですよ。でも、その、大きな組織でそういう仕事をしているからこそ、そういう、うん、まあ、体験っていうそうですね、ことができるし、まあ、それに関して言うと、単純にそのうちのアーティストが良かったからうちに話が来たとかじゃなくて、まあ、その日本でのプロモーションも含めて一応ご一緒にしましょうっていう話の中でやってるので、やっぱりこの会社にいるから多分できる仕事ではありますね。確かにそういうイベントに出るとか、そのさで呼ばれることとかっていうのは、DMO っていうコンテンポラリーアートギャラリーの動きとかフェアに出ると
ったのは全然違う、うんうん、そうですね、多分ロジックが全然違うので、うんうん、いいとこ悪いとこなくて、うんうん、ロジックが違うからそれも多分要素になってるっていう感じですかね。なるほどね。いやでもなかなか知らない話、こんな喋っていいかな。大丈夫大丈夫、明日は来られたらごめん。知らない話やけど、そういう動きの中でイベントが行われていることとか、まあ、それにこういろんな多くの人が関わっているということは、なんとなくみんな分かってるけど、うん、具体だと思う。具体的にはね、こ、うん、んななんか10人の体制、大体10人ぐらいの体制で、こういう組織だってやってるっていうことは、多分全然見えてなかったと思いますよ。その高瀬くん自身もそんなにどこどこ行って何かしてるっていうことを SNS に言わないし、うん、言わないですね。その前職の方はすごく言ってたじゃない。はいはいはい。あゆみさんとかね、はいはい、もうなんか別に言わないですよ。日々どこにいてるか分かるぐらいリアルタイムで結構言ってたりとか、その、うん、なんかそこのツアーのアンディアとか、そういうイベント立ち上げるときの発信の仕方が結構変わったと思うので、ね、うん、2年間。ツアーのアンディアっていう、とか DMO って中でも。うん。もうそれはどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、うんうんうん、そう、その子やってるよ、動いてるよっていうのって結構、みんなそんなもんやねっていう。思うことがブームあるなと思ってて、僕そんな豆じゃないからなんですよね。そんなにあげれない。でも知りたい部分はあるんじゃないかな。どういうふうにつながりを作ってるとか、これが何のためにその海外に行ってるのかって、うん、ねえ、だってみんなそらす。個人じゃなくてもそのイベントとしてね。ですね、うん、いや。10月楽しみにしております。ぜひ。そういうところで1時間か、もうそうなんです。だからそのまあまあ前半はね、こう始まるに心を中心とした高橋さんのいろんな動きと、はいはい、まあ、ちょっとね後半はプライベートな動き、カメラとか話とかちょっと聞いて、はい、デルタの話とかもね、はいはいはい、聞いていきたいなとか。そうです、デルタの話がありますよね。これ、うん、こんなにやっておきなかったみたいな、ね、もあるので、多分そんな話も、うん、ですね、はい、聞いたらいいなと、はい、思っております、はい、ではとりあえず、このあたりで、前半ぼちぼちと終了して一旦休憩入りたいと思います。では10分後くらいにスタートしますので、チャンネルはそのままでお願いします。はい、お疲れ様です。なんかもう出来上がってたわ。なんかご覧ください。お疲れ。お疲れ様です。ありがとうございます。大丈夫ですか、聞こえましたか。なんか響いてた。いや、麦さんの声が出たことで。インスタライブは一回終わります。はい、もうこのスペースっていうのがよくわからず終わります。スペースでも無事結構安かった。音はすごい、スペースが一番いいです。あ、そうなんですか。ここで二人の声だけ拾ってるから、あーか、そのもうやっていうのがなんか優秀なんだことは、ね、次々出ますねツールが。なりますか、まだあります。まだあります、ありがとうございます。いや、なんかもう、こう、もう、ダメを、話が多いな。怖いですね、2時間終わります。大丈夫ですか。いや、それはまあまあ、そういうもんですよ。いや、だってでもね、まあこう、いろんなネタがさ、今、そうですね。とりあえず、こう、多いから、こう、まずはちょっと、基本情報的な。いや、だって、でも、それの、まあ、最大公約追加があるんで。まあ、いろんな、うん、まあ、具体に悩んだし、なんか気になるな、どんな作業です、今どんな作業ですか、企業の人でしたね。そう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 。個人の人じゃなかった。いやでも、全半決裁権はもうある。いや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 、そんな本線物体。いや、具体の本番は今これ、ちょマクマトークをそのまま配信してる。配信してますね、これね。いいパターンがあります。
リグミアウトの予算は80ドルいくらなのかも気になるよね。誰も知らない。それは例えばどれぐらいの成果を求める会社だったらそうだね、うん、学校組織だってあるし、そういうのもあったので、うん、ね、僕もなんとなくそのサラリーマン生活十数年減ってますので、なんとなくその違うけど組織の中でどう動くかみたいなっていうのは、うん、ちょっとだけ体験はしてるね。やっぱその予算執行と、はいはい、許される範囲、許されない範囲みたいな、ありますね、あるよね。なんかまあ平たく言っちゃうと、うん、多分僕が今のこんな話をまくまくしているかっていうのもあるけど、今の会社にいるのと、お互いに個人事業としてやってるのだと全然稼がなきゃいけない額が違うはずです。今の方が多いです、一応。やっぱその使用経費がやっぱり大きいから、うん、で、そのでも、そうじて会社の利益というか、組織の利益になる。そうです、そうです。っていうところを加味してもらえてるっていうのも大きいよね。もちろん、その、逆に僕が誰かにサポートしてもらっても、まあ、僕が誰かをサポートしてるかもしれないし、金銭面もね。だから、いろいろあるとは思いますけど、まあ、個人でやると全然違うだろうなという気がします。俺一人もちょっと違う。そう、コップをもらいます。はい、すいません。ビールがなくなってお酒を。でこんな風にさ、なんかしゃべる機会ってありますか？なんかちょこちょこインタビューは聞けるので、なんかそういうのはありますけど、基本ウェブか紙が多いから。文字やね。うん。あんまりこういわゆる配信のはそんなやらないですね。でアンノーズとかでもそんなに配信で本に出てる。レビュー、ポートフォリオレビューのオンライン相談会みたいな。あ、やってはいますけど、まあ、それとどうしても内容的にクローズになっちゃうので、うん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 、一般的な話というよりは、特化した話になるかな。そう、だからこんな風に、みんなでも気になってると思うけどね、あの人、まあ、なんか。いろいろやってるから、ね、やばい、まあ、どこにいるのとかめちゃくちゃあるしね。まあそうですよね。でもそういう人がいろんなイベントを作ったりさ、あるこうカルチャーの裏側にいてるっていうのは結構重要なことだと思ってて、僕はね、でもその、まあ、作家としてもいろんなことしてるけど、でもそういう人がみんな僕みんながいてるからみんながいるみたいなことがあって、まあ、基本的にやっぱ裏方仕事だとは思うので、どっちかというと、まあそんな無理に出ることは多くはないかもしれないですね。多いから具体的に表に出なきゃいけない立場とキャリアとポジションになってるやん、はい、なってきてますね、なんか年々ね。今まで自分の表現もうなんか幕間の話の続きで僕は聞きたいどんどん聞いてるけど、全然大丈夫ですよ、これでいいんですか、逆にこんな感じでいいんです。あ、全然いいんですか、大丈夫です。良ければ大丈夫です、僕は大丈夫です。あの今までオフトークなんか自分が舞台に立つとか主役に立つような経験があったんですか？え、部活のしてました。運動部でしたけど、別のサッカーもないです。合気道部でした、高校は。中学校はやってる。野球坊主え、何、合気道部は個人戦か。個人戦、まあ戦、まあそうですね、個人戦、まあ団体戦があったとしてもね。まあ思ってみたことは僕が生徒会長でした。ちょっとそれ言うてよ。別に全然すごくないですよ。いや、生徒会長って生徒会長になれる人って。いや、だって僕別に捨てあげる。ここで本当生徒会長でした。で、東京で、まあ、東京で新人とですね。へぇー、対抗がなかった。それめっちゃでかい。でかい大阪だね。本当です。どっちなんですか？市内です。どうも高校でした。高校は弁天町の高校です。ちょっと、はい、別に意外な。普通に言っちゃったらいいと思う。なんかもう面白い話しちゃいました。遅いよ。合気道って急騰生徒会長。生徒会長急騰生徒会長じゃないんですよ。僕らはね、何を提供したいかっていうと、タバコを吸いに行くのが。そうだね、タバコが。俺一人おかしい。
俺一人はおかしい。絶対俺一人はおかしい。そんだけはおかしい。ケアしてくれ。あのごめんなさい、こんなに。全然でも、選挙会長になる人は、なんかいますよ。いや、誰でもなれないです、選挙会長。でも、なれたもんないでしょ。なんか、選挙会、中学校やってて、中学校やってて、高校もやるから。成績が優秀だ。あ、全然普通です。別に優秀じゃないです。だって高校は多分下が上がった方が。なんでなろう。生徒会長なんでなろうと思ったのかな。今となってはもはやよくわからないんですけど。でもなんか今のね、働きとか全く結構近い。まあ仕事の量によって違う。なんやろ。なんか聞いたら立場的にはね、一緒。なんでやりたいと思ったんだろう。それ確かにもはや覚えてないんですよ。ちょっとね、怒ってないことどうすんの。覚えてない、全然覚えてない。全然覚えてない。なんでやりたかったんやな。全然覚えてない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 。かっこいい。全然。もう生徒会長なんですよ。生徒会長何すんのって感じじゃないですか。もう今思えば生徒会長何時代の会なんで。え、なんか文化祭。あ、だからそのなんかいろんなスピーチ音はいっぱいあるし、スピーチ。あ、その、卒業式とか入学式とか生徒代表挨拶みたいなのがあるし、あとその文化祭とか体育祭とかそういうのの実行のなんか、はいはい、なんかみたいな、そんなのやったりしますけど。じゃあ、もらってることにしましょう。今やから。そこなんかな。取り締まりや。そこかな。まさかやっぱりやりたくてやってる。なんとかね。なんか割とこう、先頭に立ってなんかするっていうのが得意で大事なんだ。僕自分ではあんまり得意だと思ってないです。それは説得みたいな。全然誰かに肌立ってほしいって思ってる。先輩方に肌立ってほしいって全然思ってるって感じです。そう、まあ、アンドロジアは、まあ、なんとなくマネタイムさんだったから、うん、まあ、それで、ね、なんか抜けたら、まあ、戦いするんでしょうね、うん、まあ、なるんかもしれんけど、もう生徒会長、生徒会長ですね。生徒会長のなんだろう、いいところは基本的に僕の高校結構自由度が高い高校で、うん、まあ、例えば制服がもともとなくて、うん、標準服みたいな感じで、いわゆるその式がある時だけ制服っぽいものなんか着てこい、しかもあのみんなバラバラなのいいんですよ。セーラーでもいいし、学ランみたいなやつもいいしみたいな、何でもいいんですけど、結構もともと自由度が高い高校だったんで、その中でこういうことしよう、ああいうことしようというのは考えられるみたいなありますかね。いや、じゃあ、ぼちぼち後半の方を立ちますね。もう後半なのか前半なのか。まあ、基本的に YouTube は一本だけなので、で、インスタはね、最初、時間縛りだったね。はいはい、ありましたね、ありましたね。っていうこともあって、そうなんですよ。一旦1時間できるっていう。あ、ファーションビール？あ、まだ出てない。青森来てる。何なんだよ。何なんだよ。今日はだってさ、夏の最後やから僕も今日までかなと思って、こんなご機嫌な人が被ってこれるのは今日までかなと思って。じゃあちょっとね、このプライベートな話がまず出たところで、はい、ちょっと後半の方、そのまま。始めたいと思います。OK でしょうか。はい、今回始めます、うん。よろしくお願いします。プライベートではないけども、新しいアートフェア、デルタという形で立ち上げたのって、はいはいはい、結構、関西アート圏でいうと、まあ、大きな動きだったなと思って、ですね、うん、立ち上げが2019年。あれがね、2020年。20年か。1回目2020年。だからコロナの過去なんだよ。コロナになったからやったみたいなところですね。で、なんか聞いたところの話で言うと、もう夏でもう1ヶ月、2ヶ月後にやっちゃえで始まったみたいな。あ、そうです。最初その2020年なんで、うん、まあ、言ったら多分3月ぐらいからコロナが日本でも増え出して、ちょっとこれやばいぞってなってきて、4月で緊急事態宣言で、みんな家から出ない。そう、アートフェアが飛んでね。美術館閉まる、エラリー閉まる。手塚君が出たとき、一番早いです。そうですね。あれが2020年の8月の時だったっけ。だからあの年は、10日前までアートフェア東京の準備を僕はしてるんですね。さて、行くぞ、であと戻るぞってなったときに、いい中止ってこうなったの。結構衝撃で、で、あとだともう、
どうするどうするどうするってなってたけど中止ってなってて、サロンモザイクのトークサロンはライブをビデオに映して配信をするっていうことだから。つまり結構社会が、うん、クローズな感じで、ね、そうそうそうですよね。8月誰ゲストでしたっけ、あの私らだけでよもやま話みたいなのをやった時もあるし、あの竹内さんとか宮崎さんが来てるところなんですよね。まだ配信とかでゆるゆるの、うんうん、で本当にその逆にいるかったからよかったのか、うん、大阪の街から本当に人が消えた、うん、全世界の街から消えたの時に、え、種はあった、種は、うん、種はそれで言うと種は、BM アーツに僕とお母さんがいたってことですね。もともと、もともと、それが種ですよね。で、もともとなんか一緒にしたいねっていう話は、まあまあ仲良いので、どの世代だっけ、同い年です、本当に。本当に88年、88年生まれ、あ、そう、88年生まれの作家は結構面白い人がいっぱい出て、確かにね、めっちゃ覚えてるから、ちょうど僕と10個違い、で、ずなんとなくずっとで、じゃあ今しかないみたいな感じ。そうですね、なんかその、まあ、役割みたいな話をしてて、うんうん、やるならこういう6組でやりましょうみたいな話を、うんうんうん、まあ、夜な夜なしつつで、その時はまだギリギリ DM を、だからその手塚は展覧会をして、手塚山の展覧会もクローズになったやつあったのかな、あるとかは、ちょっと覚えてないですけど、うん、で、どういう経緯でこれ始めようと思ったのか、どういう話で、もともと、こう、なんだろうな、どうしてもその若手と言われる世代でずっといますけど、僕今33で次4ですけど、まあ、言ったらその次の世代的なことで言うと、20年ぐらい空くんですよ、たぶん。その、今でいないってことは、まあ、いるんでしょうけど、とはいえ、たぶん数は知ってて。やっぱそれって結局、その、僕らもどっかで、その、下の世代を作っていくってことも含めて、やっていかなきゃいけないだろうし、っていうのももちろんありますし、あと、その、どうしても、いわゆるその、有名なというか、パワーのあるというか、いい作家さんがいっぱいいるとか、そういうので言うと、平井さんどうしてもこう、僕らでだいぶ先輩の方々がやってるギャラリーが多くなっちゃって思ってたんですよ。まあ、そう、結構、ね、その狭間の世代だ。だから僕は結構見てると、一番ギャラリストで年下だった時期が長かったんで、ずっと自分のペーペーみたいな気持ち、今でも言うんですけども、まあ、でも、まあ、原君からが次の下は、うん、でそこから間が確かにいないっちゃいないんですよ、うん、ずっとね、うん、ずっと多分ね、と思ってたんですよ、ずっと、うんうんうん、でその時に出てきたのが僕もめっちゃ嬉しかったというか、あ、次の世代がそれを思うめっちゃ思いました。へえ、やっと出たか。そうね、さ、その今さ、作家としての主要なメンバーが下の、まあ、僕の下の世代の人たちが動かすと何かと始まるっていうのは、うんうん、え、何ってなるよね。何何それ、うんうんうん、まあ、そういうのも含めて、うんうんうん、新しい何かができればなっていうところでは、でももう結構スピード感がある中で、そうですね、始まった、うん、え、いやですね、うん、基本的にやってみよう。そう、その発起人はもう小原さん、僕ですね、手塚山の岡田君と、はい、ビルモーの高橋くんっていう形で、それはもう考え社外イベントって考えていい、うん、まあそうですね、基本的に、まあ、名前は引きずってるけども、うん、その個人としての形で、まあ、引きずるのもあれで、うん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 、あ、ちょっと一個聞こうだった、聞こうと思ってたのが文句言われた、文句は怖っ、僕らトライフォルドじゃないですか、はいはい、それに対してデルタじゃないですかなんか当てつけてきたんかな、ちゃう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 全然違う、データの名前がどういうぐらいで、なんかそれで言うと、あのフォトグラフィーさんの思い出して言うことちゃうやん今急に思い出して作ってあげてみますフォトグラフィーさんのスペースのデータって名前で、ああ全然あの関係ないです、あれはあのなんだ、デマチャイナのデルタを三角形に入れてるんですけど、僕らなんか別に名前をいろいろアイディア出してたときに、うんうん、あ、これいいんじゃないお互いなって、それを決めたって感じなので、そうか、なんかこう、あ、手つけてきたのかな、
誰がそれ気にしてる。この前のやつね、この前のフェアがまさにトライフォールドって言ったの。あ、ごめん、トライフォールド。メジンから、メジンからすごない。トライフォールドって言い出した。あ、あれはなんだろう。で、私がちょっと急にグイってきたよね、今。私が気になるもんだな。そこから大丈夫みたいな連絡が来て、お前外から大丈夫って言われたんですか。全然大丈夫です。え、じゃあ何代目の名前つけたの。あれ、岡田さん、僕岡田さん。じゃあ岡田くんがなんかこう。でもね、日本人って結構昔から3って好き。そうなんですよ。3っていい数字なの。3本の矢から始まり、西の上にも3年とか。みんな結構3好きよ。三つどもえね。三の大阪、東京、京都、三都市にあるギャラリーでやりましょうっていう最初の下りがあったので、その三から出るかはいいと思います。え、気づいてる。なんかそれ外国のギャラリーが変わったら、そうね。この三つなんで。でもそのデルタを一回目、僕は九月。8月末ですね。いやでもあれいい展示でしたね。いい展示でした。すごい展示でした。何かでした。なんかそれやってみてすごく、だからそのどんな感覚でした。なんか最初のコンセプトみたいな柱を決めて組んだ企画だったんですか。展示としてのコンセプトは別にあのフェアなんで。ギャラリーが。そのギャラリーが今言ったら持ってくるんですけど、そのデルタの特色で言うと。例えば A ギャラリーなり B ギャラリーなり出展していただくときに、まずその出展ギャラリーに対してはこっちからお話をして出てもらう、公募じゃないっていうのと、あとその出展していただくギャラリーさんに対してこの作家さん出してほしいですっていうリクエストもします。ああ、なるほど。あの君だからね、はい、リクエストしたんで、してます。 A ギャラリーさんにはじゃあ X さんって人を出してほしいですみたいな、広告交流でみたいな話もします。なんかインタビューされましたよね。そういうのは全部で、それもちろんその人さんはソロじゃなくてもいいんですけど、その人は出してほしいですね。だからそのいわゆるアートフェアのような数を選べないから、著作ギャラリーを声かける段階で、そうですね、まあ、もちろん知ってるとかっていうのもいいけど、その出るたとしてこういう作品を重要視してるみたいな、こんなギャラリーを重要視してるみたいな。スタートで言うと、先ほどの話とまたなっちゃうんですけど、まあ、そのできるだけ世代の近いというか、世代だったりとか価値観だったりとか、その作家さんのチョイスとか活動の仕方とかが親和性があるような人たちと一緒にやりたいなと思ったので、大事だよね。できるだけそういうところでチョイスをしてますね。世代、そのギャラリーストオーナーが近い。そうですね。なんかその運営側が割とこうフィルターかけて反ディレクションをするじゃないですけど、こういう作家を出してほしいっていう提案の形って結構ないじゃないじゃないですか。そこなんか狙ってたというか、まあ、ただの今まででそれこそすでに後坂さんある中で同じことしても仕方ないので、ちょっと違う形でやりましょうというので、そういうことを見してますね。なるほどな、一本取られたな。いや、あれ、本当にいい展示したよ。びっくりしましたもん。だから、次の世代のこれがこんないい展示で。どんな感じだったっすか。いわゆる、でも僕とか別の見え方やと思うけど、同じ立場としては。いや、やっぱその、次世代の現代アートっていう姿をしっかり見せれてたと思いますね、形として。そこにはすごく世代の違いを感じたっていうこと。感じましたね。やっぱり、この彼らぐらいの世代の なんて特色というとちょっと言い方違うかもしれないですけど、なんか色がやっぱ出てたので、この世代の人たちの、まあ、考えることであったり、考えるとそんなに世代によって色が変わるのかと僕はちょっと思ってて、でも出てたんですよ。なんかそれはだからさっきの前半で話してた好きな音楽の色の話と多分一緒で、ああ、
ふわーっとした話なんですよ。だからその間はグレーよね。そう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 。だからもちろんニュアンスあるんですよ。そう、僕もそれ4枠でレイブヘッドって言いそうになるもん。でしょ。そう、彼ら世代はね、わかんない、遊戯王世代とか、うんうん、なんかそういう薄い共通項みたいな、根底みたいなところが。そう、高校の時にスマホがあるとかなんか知らなそうだったんですね。なんで高校の例え。そうですよ、そういうところです。必死に何かを見つけようとしてる。いや、ほんとそう、ドラゴンボールリアルタイムで見せたのかみたいな、そういう、ほんとそういう薄い膜なんですけど。そういう、だってか、そういう薄い膜っていうのは、なかなかその、大きなアートの文脈の流れでは、うん、評論家はなかなか引っ張りにくい。うん、だと思います。公約数で。突っ込めないと思います、うんうん。それってすごい主観的なことだし、さも、うん、重要じゃないねん。そうなんですよ。アートの文脈としては、まあ、アートそうやけど、うん、生きてきた空気を知っている一体感みたいなってめっちゃあるねんな。だからそのつながりがあったっていうこと、うん、それが非常によく見えたんですよね。うん、なるほど。でもなんかその展示として、うん、みんな頑張ろうって感じでこうみんなにこうなんていうんですかね、共通認識で何かやったかって別にやってなくて、さっき言ったそのギャラリーチョイスだったりアーティストチョイスしますけど、っていうとそれ以外はそれぞれのギャラリーさんが持ってくるものだったりは展示されてるだけだし、展示のレイアウトも僕ら口出さないし、ギャラリーには あくまでもじゃあその主催としてそこはもうこの壁はあなたですって、そうですそうです、任せた。そうです、もちろん相談はしますけど、ギャラリーに意図は伝えてるんですか、展示会の。展示会の意図というかアートペアなので、別にそのテーマが何かあって、その何かをするっていうわけでは、一回目なしないので。そうか、そうか。でも、難しいよね。そのアートフェアっていうくくりと、その、ギャラリー主体であれ、作家がセレクションされている、なんかグループ展っていう匂いでも見ちゃうんだよね、うんうん。その規模感っていうのもあるかもしれへんけど、でもなんかそれに、こう、スタートテーマ的なものが、にじみ、うんうんうん、出そうにはなるような気がしてて、うんうんうん、今イベント冠のイベントとしては3回4回やったか、あ、うん、その向こうでもやってる、ね、カスコで、ね、うん、東京も上がってる、東京から入れたらその4回って、うんうん、ね、2020年からもう4回、うんうん、早いね。うちの1年に1回って決めてないっていうのと、うん、あとその1回目はいわゆるフェア的なっていう扱いでやってるんですけど、うん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 、フェア的な扱いでないやつも展覧会としてやってるものもあるので、実は僕らだけかもしれないですけど、見方としては、まあ枠組みとしてはそれやり方もしてるので、そうだから別にアートフェアを主体とする、なんて言う、別にアートフェア実行委員会じゃないんですよ。もう自己委員会じゃないよね。そうですね。で、歌って言ってるだけで、うん、あれがアートフェアやろうが、展覧会やろうが、どっかのパフォーマンスやろうが、出るかがやったら出るから、みたいな感じです。あ、なるほど。ピアノス的に言うと。わかりやすい。わかりやすい。意外とそれってみんな、アートフェアのイメージであることね。うん。あとはその、ちょっとこう、アートフェアっていうものに対するやっぱりこう、皆さんの認知度が高いから、うん、それでこう、意識持っちゃうから、アートフェアっぽく見えるっていうのもあるかもしれないです。うん、ギャラリー主体でやってる、その壁ごとにギャラリーが分かれてるものがアートフェアだとかっていう感じ、なんかその辺の位置づけはそんなに発信させる必要なく、ね、世界のアートフェア史の中に残りたい、そういうことないんで、まあ、でもそのコロナ禍で始まったけども、それをこう継続していこうと思ってる、うん、うん、そうですね。東京の感動ってなんかどうでした、違いました。いやでも基本的には東京も大阪もやっぱり同じで、まあ面白いことをどう伝えていくかってところだけだと思ってます。なんか東京での反応がすごい良さそうだなって気がして見てたんで、うん、どうだったのかなってすごい気になってたんですよ。で今後はまだ続けていくんですか。そうですね、小川さんと相談ですね。小川と相談そうですか。なんか展望みたいなのあるんですか、こう行動していきたいとか。ねぶたとしてる。どうしようかなって感じなんですね。それこそ僕、この半年ぐらいほとんど休んでたので、ファンもあって、あんまりやってないから。全然いい。全然いい。自分からぶったりなんて恥ずかしい。あかんかったら別に。そう、
思わずキャプチャーを撮って読み直したいストーリーズを僕はね、個人的にいや、どうしたんだろうな。でも、でもある時は、だいぶマシだったんですけど、うん、もうちょっとやめてもらって、まあ、基本的には過労とそうですね。そういうことよね。やっぱあんだけ額抱えたら、それは人間そうなるかっていう感じ。いや、今話聞いてるだけでも、まあ、それはそういう気がすごくするし。でも、それをこう、SNS で言えるっていうことは、まあ、いるし、あとでちょっとね、こう、まあ、それができたりとか。出た方がいいかな。だいぶ、いろんな問い合わせも来るので、でしょう、出た方がいいかな、どうしたんですかみたいな。どうでしょうって言って。会社は大丈夫だ。会社は大丈夫ですね。まあ、会社ですか、ね、うん、そこは、そういうのが、だから、むしろ。その間なんか旅してたんですか。基本はあんま大阪に、今もあんまりいないですけど、大阪にあんまりいない感じにして、まあ、そこそ先の話じゃないですけど、温泉に行きました。そうで結局湯ですよ。そう、まあ、結構温泉好き。温泉大好き。え、温泉好きなんですか。温泉好き。温泉好き、ね。ちなみにどの温泉、どこの温泉ですか。あ、どこよかった。どこよかったか。なんか、いろいろ行ったんですけど、うん、結局、いろいろ行ったんや。いろいろ行きました。結局、箱根とか、今回の、別府とか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 、別府も行った。別府行きました。この間、酸ヶ湯に行って、酸ヶ湯って青森県の山奥の、酸っぱい川の湯ね。そうそうそう。雪が5メーターって思ったんですね。そうそう。知らないよ。マジで、クソ山奥に行くんですけど、一軒しかない。どうやら建物に入る。それはもう凄まじかったです。それは、今までの話と温泉って全く繋がらないんだよ。ちなみに僕、うん、小学校6年生まで、うん、白馬のところに住んでて、長野県、温泉地なんで、四季と温泉の、そうですね、家のお風呂は温泉だったんで、家のお風呂温泉だったんで、今までの方が出たんですよ。どうじゃないと思ってないけど、プロパーで温泉。プロパー温泉。シャワーはボイラー。お風呂は温泉。初めて出会ったでしょ。贅沢ですね。今思えばね。あ、そっから大阪なんや。そうそう。もうちょっとじゃあ、白馬で。白馬で小6まで行って、そっから大阪なんで。あ、そうか、ネイティブ。ネイティブ大阪じゃないです。ネイティブ大阪じゃないです。そんな気がしてた。なんかちょっと関東人っぽい。空気があるんだろう。しかも年々標準語負けてるっていう。年々標準語負けてる。そうなんです。そうなんです。不思議な感じ。なんか別にそれで何かを区別するんだけど、うんね、なんかでも今の話結構重要かも。うん、結構重要。そう、結局そのアートもそうですけど、コテコテじゃないんで僕、多分。コテコテ関西東京でアートの人じゃないから。結局、あと自分を癒してくれるのは、湯っていう。それはもう子供の頃から今もすごい行ってるので、うん、まあすごいカラスの行水なので別に温泉が好きというわけではないけども、温泉地っていう空気が好きなんです。わかるんですね。わかるね。最高ですね。わかる。そう、なんとなくだからその、その温泉、温泉地と関わるプロジェクトをやってめちゃもらいましたそう、仕事で温泉に入れるのいいですよね。最高。ちょっとテンション上がります、ね。いや、めっちゃいいと思います。羨ましいです。で、温泉のオーナーとにちょっと温泉のマニアックな話を僕がうんうんって聞くみたいな支配人か。いいですね。なんかまあそうなの。箱根もやっぱ箱根か。古くからの温泉番付に載ってるところっていうのは結局確かにね。そうなんです。うん。うん、うん、箱根はどうでも今回その、うん、あ、うん、いいですよ。あれ行きましたか、西の横綱は行ったことあるんですか。何、西の横綱。温泉番付、西の横綱。あ、そう、茨城温泉は行ってないです。岡山県ですよ、茨城温泉。それ何があるんですか。ああ、脱ぎてない。それ行ったら何があるんですか。西の、だから江戸時代に発行された温泉番付ってある、はい、あるんですか。そんなに、え、全然知らないんですよ。それ知らない、それ知らない。有名マジで。え知らないよ。横綱は知るけ ど、横綱が何がまで。その、横綱の当時ない大手っていうのがなくて、だけど、その、江戸時代から明治とかの、はい、何年かおきに温泉の番付が発表されてて、これ歴代その、こんな話で良い。すごいね。温泉番付って言われたから、温泉、
温泉マニアというのは何百年前か、はい、200年前から今いっぱいおって、まあ、当時文化から、もっとその今の旅行ライターみたいな人が江戸時代からいてはるわけね、で人たちがどこの温泉が良かった、どこの温泉が良かったということで、温泉が格付けされている番付が出てるんですよ。でそれは結構古くから温泉が入っていて、もちろん有馬、東は草津、で西の中では結構湯原っていう、岡山県山の奥にある温泉が大関ですっていう話です。西の一番いいっていう。うん、すごい。大関って誰しかいない。そこに行ってたんですね。有馬と湯原。すごい。一つの会が今やってたプロジェクトの会場になってる。そういうことを任した上で多分その一応組まれてるね、これから。でその有馬のアートプロジェクトにも考えたことによって、その温泉にちょっとずつ、温泉地を、今、温泉地3か所目なんで、なんかちょっとその温泉仕事欲しいな、温泉仕事は、カラスの行水やけど、最高です、絶対です。さっきも言いましたけど、文豪じゃないですよ、だから暮らし方がね、文豪でしょじゃないですか。だからユーミン入ると制作したくなくなるから、文豪はどう自分を律してたのかって本当に思う。入ってたから文豪は。だから文豪は1ヶ月だよ。僕は1週間だから。ああ単位だけがかもしれないけど、うん、なんだろう。いやで、こんな話でいいか分からないけど、ユー入ってしまったら、仕事を言ってたし。人が泊まれるってことが大事だよ。ああ、なるほど。ちょっと客観視して、そうあのお姉さんが食べないとか、カメラが見ないとか、スマホも見ないで、そう、そうそう、それこそ、スマホもなしにしたらいいんですよ、それが、森山以上みたいな、志賀直哉の捜査に行ってみたいな、そう、今までの演技を聞いて、もう許すかって終わるみたいな、たまたま温泉じゃなくて、温泉されるやん。の滞在中にね、ウェブミーティングとか入れられるやん。します。あれも台無しなんですよ、だから人それは。ダメです。いつもよりバック違うけど、誰も突っ込んでくれへん。緑のために黄色柱がいるから、誰も突っ込んでくれへん。まあ、今の時代の、いや、違うしかなとは思うけど、そうですね。温泉地に行ってたんですね。ますね、まあでもそれもなんかでもちょっとホッとする部分はあるけどね、そういう部分と、いややっぱ過酷ですからね、そんだけ過酷な仕事してたらもう、いやそうね、温泉サービスやったら全然僕はそんなあれですけど、いやよかったですよ、結構みんな心配したんですよ、あそうなの、すいません、心配してたんですよ、そうそう、僕ちょっと個人的に気になったところで聞いてみたら、ついでに、指輪してるよ、指輪しました、しました、これはいいですか、あ、全然別に何もちょっとね、僕も正直気になってます、そうなんですか、そんなオープン状況でということは結婚はしました、おめでとうございます、おめでとうございます、いつ2020年かな、ああ、やっぱ2年でした、うん、ぐらいですね、まあ、コロナになってたので誰とも会ってないし、別にあれなんですけど、あ、そうだったの、会ってるけど会ってるけど、いや、別に聞かれたら言われるよ、いや、でもまあ別にそういうことを言う人と言わない人がいてるけど、ね、まあ、その結構一時期指輪をしてる人とせない人っていう人がいてるやん、はいはい、で、今日すいません、全然してもらいます、全然してもらいます、そうですか、全然してます、それはそれはこれ言うかな、いやなんかそういうプライベートがちょっと見えにくい人だから、あ、そうですか、うん、こまあ、言わないでもちろんいいし、全部これが10年後ね、あの誰かが聞くかもしれへんっていうのもあるけども、なんかその人間が見える人がやってるって結構重要なことだなと思ってて、今画面の前でめちゃショック受けてる女の子見るかもしれないですよ、いやでもそのまま経て、ちょっと当時を経て、まあぼち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 
じゃあ聞きたいんだけど、その DMO とか、まあ、デブラとかのっけて、個人的に好きなアートとか、ずっと追っかけてる作家みたいなのってる。誰や。例えばなんかジャンルで言うと、こんなアートのジャンルが好きみたいなのってある。実はゴリゴリのサウンドアートが好きですみたいな。その世界的な巨匠でもいいよ。この間、それこそ、ビヒターみたいなやつがいいから、もうそんなの思いますけど、うん、ね。いろいろ、いろいろですけど。なんかもう、趣味って言っても、ともとの趣味が仕事になっちゃってるから、ちょっと混合してて、なんかそのグラデーションが難しいんですけど。さっきの話、ちょっと聞いてなかったの。うん。あ、合気道？はい、大丈夫。何そこに行くんですか？あ、聞けなかったんで。合気道だ。まあ、ちょっとこの話考えてみてじゃん。いやー、ハードル高いの考えながら。合気道はいつから？合気道は中学校2年生ぐらいからやりました。あ、そうなんや。なんかからどれぐらい？でもこれ高3でやめたんで。あ、でも結構じゃあ4年ぐらい。あ、珍しいな。あのアート系で武闘派の人って実は珍しいんで。その武道をやってる。そうです。僕は剣道やってたんで、僕も武闘派で。いや、実は原くんも一人に剣道だけど、あと柴田町の吉田さんも処理事件を。何その、そうなん、共通項。あ、ギャラリストというか、うディレクター側に武闘派が多いっていう。あとからでかい人多いですね。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 意外と。なんかでもバッチリしたりしてるなと思ったんですよ、体。それとダメです。いやいや、肩幅とかこの辺の厚みとかもなんかやってたかなと思ってたんだけど、そうやったんや。え、その他いてる？相手がやってる人ですか？うん、いや、いないんじゃないですか。作家とか珍しい。いや、聞いたことないです。あ、そもそも相手の話することほぼないし、メジャーじゃなすぎて。合気道って何？合気道ってすごい難しいんですけど、説明が。なんか、こう来たらこうって。そうそう。力を生み出すやつ。あ、そうそうそう。さあ、五の線。いい感じの言い方すると、相手の力を利用して、相手をかわす。カウンターですね、だから。バキみたいな感じ。バキ、初期のバキ。バキはいっぱい出てる。出ない、出ない。バキはいろんな人。イメージが渋川先生ですよ。渋川本人ですね。なんかこう、いなすみたいな。そう、基本いなすよ。基本いなす。あ、それで、基本、基本いなすないです。そういう技ないです。あ、セガール。セガール、セガール、セガール、セガール。藤谷美和子ちゃん。ジューセガールです。どうぞ、どうぞ。ね。スティーブセガールね。まあ、あるのはいいけどね。あ、そうです。あんな感じです。なんか、別に、沈黙のシリーズ。今日調子いいな。今日調子いいっすか。今日言い方なんです。今日調子いいっすね。何やろうか。きっかけは何ですか。何やろうか。珍しいやん。マイナスそうですよ。なんか、その中学校2年生の時に野球部を辞めて。あ、野球やってたんや。辞めて、なんかしよっかなってなった時に、別にその部活とかしたくなかったんで、うん、なんか違うことで探そうと思って、探して出てきたのがそれで。なんかふわっとしてるね。なんかそうやってました。なんかこう、週の何回か教室みたいなのを考えて。まだ部活で。中学校の、まあ、大阪の野球部はな、言うてもな。あ、その時も大阪だったんですか？そうそうそう。結構ハードですね、やっぱり。本気もまた、その、公立中学の野球部といえども、結構その、先生が、顧問とか完全大会系ですね。あんまり硬いようですね。部活の野球部が。そうか。で、はい、一度。なんかでも、恋愛、共通項を感じる武道の人たちで言うと、まあ多少はやっぱり、ほんまに思ってます、これ。多少ほんま、ほんまか。あの武道に限らず、割と厳しめの、部活とかをやってた、そう、厳しめの部活を
中高のどこかのタイミングで体験する人が、作家も大人も結構、なんかある種の共通項みたいな。ありますよね。僕だったら、例えば、キリエの下村雄介は、ラグビーも次にやってたんで、なんかそういう縦慣れしてるというか、縦社会慣れしてて、まあなんかその、なんですか、こう、年上とか年下との付き合い方の、なんかこう、立てるとこと守るとこみたいなのを、まあなんかちゃんと分かってるみたいな、やりとりをちょっと安心する部分はあるんじゃありますね。それは会社の中では結構生きるやり方とかもね。なんかやっぱそうね。めちゃくちゃ厳しい。大会結構。文化系やのに厳しい。激なんだからですね。高三年の近畿大会行きましてですね。僕は何者になるのだと。すごいそれ。声が大きいのはそのせいです。ありがとう。はい、腹式が使えちゃうっていう、まあなんかその体験の厳しさみたいなのが、まあベースにあったり、時々開けたり、その祭りにも出てる。あ、祭りやってますね。何祭りって？生玉神社っていう神社が、谷町県の上にあって、で僕のその住んでるところは天満橋なんですけど、そこも宇治市で。で、一応大阪三大祭りって言ってるかな。生玉さんのやつでかいよ。伊原西学だっけ？伊原西学だったら分かんないですけど、なんかいっぱい神様いるからちょっと覚えてないんですけど、あそこのお祭りに参加してるんですか？してます、毎年。参加ってどういうこと？一応その鑑真みたいな形で、まあ、太鼓なんですけど、その出汁が太鼓叩くんですか？その宇治港地域ごとに出汁が出るね。そうです。だんじりで太鼓叩いてるの？だんじりじゃなくて、なんていうんですかね、大きい台車、1トンぐらいなんですけど、台車に何センチかな、1メーターちょっとの太鼓を乗せて、それを6人で叩くっていう太鼓で、はぁ、見たことある。それを台車ごとバッコンバッコン倒すんですよ。ほう。で、倒して、こう、勇猛な感じを出すことによって、飢饉とか、そういうのから、町の人たちを守りましょうっていう。すごいよな、天満橋まで打ち込んでる。いや、あの辺って、めっちゃ面白くて。もともと、すごい分裂してるよね。もともと北摩神社って、今の大阪城のところにあって、で、秀吉が来たときに、そこに城建てるからどいてくれって言われて、谷口に出たんですよ。なので、今も太鼓の奉納は、お城まで行って、松明に染めてる。なるよ。で、やるんで。そう、谷口にうまく走れてて、その、止まるの。そうなんです。止まんねえ。止めますかね。去年の、去年とか止まって。アトリエに行くときは、この日は絶対車にした赤い日になる。セクション神社の祭りだから。神様が多いので、あ、全員、谷祭り場を通って大阪城に行く。そうです。そうか、結構あるよ。いや、ね、あるね。そうなんです。結構、だからあの祭り、僕は沿道でわーって見たことはあるけど、天神祭りとは違う、なんかさ、そうですね。もう一段古い気がするっていうか、古いです。パリのティーマリストしてる感じ、ちょっと。なんかまあ、クラシカルな感じ。なんかあれをやってるのとかも、なんかちょっと面白い。面白いだけど。多分結構それがなんか、一時期よく上がってて。まあ、一応毎年7月11日に上げるっていうのを自分の中で決めてて、やってるんですけど、あれは。大阪に来て、その辺に住んでたから、そういうことか、納得。でもそれを、大体その、青年会議所とか、地元の人が、属さない人は抜けていったりするけど、別に、僕も今、関わるのは自由だろう。入ってますし、その、青年会議。青少年指導委員ってやつやってるんですけど、今もだから地域の見守り行事みたいな。地域貢献は、やってますね、なんか。偉いな。おっちゃんがすごい今日。じゃないよ。なんかその生玉さんとその大阪市内のパワーバランスみたいなのが面白くて、このアトリエは構図部の支配だね。生玉、なんかその、方面的に生玉さんの登りが立つところと、構図部の登りが立つところでめっちゃこう入り組んでる。ああ、こう入り組んでる。めっちゃ面白い。なんか、その、昼間、本番の日の昼間を回ったら、その地域を回って、大会やってますよ、祭りやってますよっていうのをお知らせするんですけど、そこからこうやったら、その、谷家を本社に帰るんですけど、まあ、
当時は多分そうじゃなかったんですけど、今の交通ルールだと一通がいっぱいあって、どうしても交通の航空に入らないといけないので、その時は音止めます。ね、同じ意味やもんの。めっちゃ違う。いや、パワー的には結構強いね、2つとも。全然違う意味あるんですけど、だったら違う、ただ土地のところで自分たちの音鳴らしたらあかんから、音止めて、その車だけ通る。富士子の、そうですね、その住み分けみたいなのが、大阪城から、はいはい、谷球までの間、めっちゃ入り乱れてて。いっぱいいますもんね、あの辺ね、お寺人。いや、でもそういう活動もしながら。何言ってんすかね。面白いな、もう。でもそれは結構重要よね。それはずっとやってますし、これからも。まず何が一番楽しい。何が一番楽しい。祭りの楽しいのは、基本的に、言ったら祭りって、こう、先祖から伝承されたものじゃないですか。言ったら、同じことやってるはずなのに、うまいこといかないんですよ、絶対に。何かしらその年のトラブルというか、言ったら同じことやってたらいいはずやのに、あれ持ってきたか、持ってきてないわ、と言われる人的ミスとかも含めて、毎日人も変わるし、言ったら、やってることは一緒やけど、やってる人は変わるわけじゃないですか、言い方が。ああ、そうですね。順番があるので、順番に人が変わっていくから、そういうなんかこう、やってること一緒のはずなのに、こう変わりゆく様みたいなのが面白かったりしますけど。なんかさっき同じようなこと聞いたよね。うん、上が変わるけど、僕は変わらない。僕は変わるかもしれないけど、下は変わらない。だから、組織。そういうことなんだろう。引き継がれてるものを引き継ぐけど、なんで引き継ぐっていうこと自体めっちゃむずいっていうこと。めっちゃむずいと思います。基本的にそれ受け止めるっていうことに対してもね、まあ、いいのか悪いのか分からへんけど、僕自身はそんなこう町の伝統的カルチャーとか、大阪のまあ郊外に伝って、うん、結構その住宅都市でなんか軽い祭りはあるけども、そんなに深い祭りっていうのを体験せずに、なんとなく歴史が好きやからいろんなことを調べてたけど、自分が当事者にならずに、まあ、生きてきてるけど、結構その白馬、長野県からさ、小学生の時に大阪に来て、そこからそういうドーンって中に入るのがあって、結構な飛び込み力だと思う。でもなんかそれは、なんかやっぱこう、いい先輩がやっぱいて、その人たちと一緒にやるのが楽しいからっていうのもありますね。あ、もうそんなレベルじゃないですか。20個、30個上って感じです。まあ、地域の、そうです、地域の。なんか、りょうちゃん、来るよな、みたいな。みたいなとか。もうずっと最後までなんです、それは。はい、アート業界より僕最後までなんで。なるほどね。永遠の若手って、でも、じゃあ、重宝されてるでしょ。いや、もう面白いんですか、言ってるんですけど、もう柱が動けないみたいな。あ、でもそっか、培ってる部分もなんかあるのかな。なんかそのなんあるね。なんかその膝からした強い感じやね。うん。足腰。足腰。そうそうそう。だからね、それっていや、それ面白いから。いや、それめっちゃめっちゃなんか今高橋君の強さの根源を見た気がした。全然。地域のお祭りで。めっちゃ日本人。うん、めっちゃまあそう、そういう話ですけど、まあそうですね、いいじゃないですか。え、そうやけど、その、もうちょっとその前半の話はもうちょっとお仕事の話とかですけど、祭りとか、うん、温泉とか、なかなかその、僕たちを想像しえなかった、なんかそこのベースの上に活動があると思えるっていうのは、ちょっとこう、いや、なんか強いことあるなと思って、いや、なんかもう、うん、こういう機会がなきゃ絶対知り得ない情報だったなと思って、まあ確かにそうですね、うん、話したことないですね。まあ、それは卓球の祭りで太鼓叩いてるのやったの。いや、これ真面目に聞いてると、そこって結構なんか生きていく上とか、なんか作品作ってるじゃないけど、うん、もう一緒やし、何を物事の判断基準として生きてるかっていうことやと思ってて、それは綺麗なコンセプトで片付けれない根源的な選択理由みたいな感じで、結構重要な。なんかそれもそう、うん、そういうのも始めたのも、言ったら長野県から一人来て、うん、大阪、しかも前、超中心のところで、うん、みんなこう、ディープ大阪やんだって、その。人事があって、
いや、一人で来たの。一人、まあ、一人で来ますので、たら、家族ね。あ、これ、移住して、急に飛び込んだわけじゃないですか。でも、だって、え、なんか、そのか、何言ってもわかんないし、でも、それで、めっちゃ優しくしてくれたんで、周りの。同級生もそうだし、上の人もそうだし、あの辺の地域の人、優しそうやな。そういうのが続いてるんで、僕も返したいな。なるほどね。そういうちょっと外から来たものに対して冷たくじゃなくて、もう温かく迎え入れてくれて、まあ一緒にやろうぜ、ね、やろうよって、それが優しい方だし、ありがたかったんでね。あ、じゃあ、やばいな、エグゼクティブプロデューサーになるな。はい、この。そうですね、今後。いやいや、そうですね。何級でも、アンノンでも、どっちでも。うん、なんかどっちも最高だけどですね。最高しかしない。いや、うまいこと言えてるけど。いや、でも、なんかその、憧れて、そういう地域の祭りに入る、お客さんとしては何回かね、いろんな地域の祭りに実は参加したり、狂った祭りみたいなものがあるけど、そのそこで続けてるって、やっぱり、なんか、すごいことで、その、仕事も大阪で、その町場でそこに一生いるかは置いといて、うん、少なくともそこの関わりはもう切れないよね。そうですね。一番その地方に行ったとしてもその祭りの中で前来いってなるわけよ、うん、あ、もう絶対休みますね。自主ね。で行っちゃうけど、もう仕事は基本7月11日に休みにずっとしてるんで、あ、もう団地の人と一緒ですね。気象なんで、その全然日にちが決まってる祭りなので、練習とかも練習もします。今僕はもうあんまりこう叩いてる側というよりこう支える側になっているので、もっと若い子たちが支えてる感じですけど、それはもうちゃんと次世代が引き継がれてる。そうですね。あ、うん、若い子たちいっぱいいる。いっぱいいます。いっぱいもいない。いっぱいいます。まあ少子化ですね。もちろん。まあ、かといってね、強引に昔みたいにこう引き込むこともできるけども、うん、楽しさはちゃんとプレゼンしていかないと続かないって感じ。逆に言うと、僕らが楽しんでないと。うん、絶対嫌じゃないですか。お前ら楽しいなら絶対楽しいわけないのになるから、まあ、それは僕だとそうだし、僕は隣の時代から入ったこともあるから、それはやっぱりそういうの大事だな。確かにね、うん、いや無理してやるもんじゃないです。だから本当に、いや、楽しいよね、だからね、うん、ちょっと羨ましいよ。羨ましい、分かる、うん、分かる。もう今から無理だもんね。いやいやいや、全然全然。いやー、だって始まりはもう寝なし草なんで、絶対無理ですよ、そんなの。ちょっとなんかもうあれはあれよ、盛り上がりそう。もうあと10分なんで、ちょっとまとめて、まとまるかどうかわからないですね。今度高津君の、ね、将来的な展望であったりとか、まあ、今年のアンノンアジアについて、まあ、告知やこうお伝えしたいことなどなど、うん、まあ、今年のアンノンアジアの話でいうと、うん、もちろんその海外からのアーティストは基本的にいなくて、そこは寂しい点ではあるんですが、はい、結構いろんな面で、うん、私結構ガラッと変えてるところがあるので、うん、まだちょっと発表できないところもありますが、うんうん、今後まだまだ準備することもありますし、はい、なんかちょっと期待して、まあ、あんなやってるなと思って見といてもらったらなと思いますし、はい、まあ、別に会場ね、梅田なんで皆さん来ていただきやすい場所でもありますし、まあ、なんか遊びに来てもらったらなみたいな。うん、もうあの出展者発表されてました。出展者発表してます。何名でしたっけ？120ぐらいですね。忘れましたね。よく忘れましたね。海外生少なくて何本出して？ほぼゼロですね。ゼロで120ですね。あの、目当てをしました。もうありがとうございます。ありがとうございます。趣味なので。ありがとうございます。で、まあ、なんかそういうね、そのあのアジアってありながらも、あと最後にちょっと聞きたかったことがあって、はい、まあ、DMO とかあのディズニーとかいろんなこう、まあ、アートに関わるお仕事をされてて、まあ、コロナっていう、まあ、世界的な大事件を経て、まあ、見せることとか見えることとか作品を、ね、伝えること売ることみたいな仕組みも含めて、うん、結構いろんな選択肢ができた気がするんですわ。それは作家も一緒やし、ギャラリーとしてはもっと増えてる、うんうんうん、増えたのか減ったのか、でもエネルギーをなんか分割したのか分からへんけど、うん、なんかそのこれからこうアートをこういう形で見せていったらいいのかなとか、なんかこういう見せ方が実は新しい、まあ、NFT とかそのさっきも
飯野君と話してこう AI が自動的にやるかの面白さみたいなとか、何でこいつみたいなとかも含めて、そのいろんな側面の高橋君としてその可能性となんか希望みたいなってどう考えてるのか、まあ、あのアジアと日本語個人でも何でもいいです。そうです、ね、なんかそれこそ、うんうん、多分その今おっしゃったみたいにチャンネルがすごい増えてるので、うん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 、だったらその選択できるものの数、それはアーティスト側もそうだし、うん、側もそうだし、うんうんうん、まあ、どの立場でもいいですけど、うんうん、すごく増えてるんですけど、とはいえ実物に勝るものはないなっていう感じがすごくするので、個人的にはそれをどういう現場で出していくか、実物って何なんていうのも含めて出していけるかっていうのは多分あるだろうし、うん、まあ、多様性の時代でもあるので、うん、どれだけその新しい技術というか新しい表現というかどんどん生まれていく中で、多分そのもっとこれが正しいとか、うん、これが価値があるとか、そのあとがこうどん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 崩れていくはずなんですよ、ここから、うんうん、その後の時にその僕らディレクターってこう選ぶ側もそうだし、うんうん、買う側もそうだし、やる側もそう、書く側もそうですけど、自分はどれなの、俺はこれでやりたいからこれやってんねん、そこの人はとりあえず一旦置いといてみたいな、こう指針みたいなものが多分どん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 必要になってくるんだろうなって自分、まあ、決めて、作家自身も決めながら取ったし、それをピックする人はより決めながらね、うん、なんか信念が多分ないと、うんうん、何でもいいからやってますねみたいなそういうのも総合商社みたいな時代じゃないから多分あ、百貨店で全部取ってますねっていう時代じゃないから、うちはこれです、僕はこれですとか、そういうのをやっていかないと多分なかなか突破していく多分時代の感覚はすごくしてるんで、うんうん、その通りですよ、全部やるの絶対無理絶対無理な気がしていて、結構全部やってっけどね、どっちかというとね、どっちかというとね、まあまあ、ね、これが多分限界値にきますので、うん、いやでも なんか今すごく、うん、あ嬉しかったというか、別にどれもいいんです、多分、ね、うん、それは人それぞれにあって、きっとやっぱ物物じゃなくてもいいと思いますよ、別にそれはデジタルって意味で、うん、デジタルの物かもしれないし、うん、で物理的なものって言ってたから、うん、手触りがあるのが好き、その今僕の関心で言うとそうですけど、それがどっかで変わってることも当然あるだろうし、まあね、これからそのそれこそ変革というものが大きくもう起こるでしょう、うん、まあ、起こると思いますので、起こっても変わるものと変わらないものを、うん、まあなんかそれはもう最近思ってるんやけど、それをちゃんとリアリティを持って表現をすることをその世代の人が実行してくれたらいいのかなっていう部分とかあって、僕自身がなんか分かったふりしてそれをやるのも、うん、結局ね嘘やねっていうところがちょっとあるで、こんなもんやったら面白いかなとか、 NFT でこういうこと作ったらいいかなって思うけど、 NFT でこういう面白さを売ったらやったら売れるかなと思うんですね、ちょっと嘘っぽくて、だからそういうことをリアルにもう 3D の中で遊んでる人がこれが面白いってやることはもうちょっと次に委ねてもいいんじゃないかと思う、ちょっと思い出してるところがあるんですよ、うん、あ、そうですか、僕はね、だからじゃあ今僕がリアリティを持ってやってることを、じゃあこれはいい、こんなんもええでって言い続けるのもありなのかなっていう部分、うん、まあでも武井さんはやっぱアーティストでもあるので、そこを直結させるっていうのはなかなか難しいかなと思いますよ、だからなんか、ね、違うアカウントで海さん勝手にマインクラフト楽しんでるとか、ただなんか中島が見てマインクラフトやってたらちょっと寒くなる可能性もあるって、ね、なんかそんなことが積み重なっていったら、いろんなカルチャーがレイヤーの方に積み重なっていくのかな、操作で上にね行くのかなとか、今日いや、まさにですね、話その DM を言うてもこう、いや8万人とかはやっぱり僕の青春のカルチャーを作ってたっていうのがベースにあるやんか、大阪関西人です、なんかそこの上で続いてることと、まあ、なんかその反面温泉が好きとか、その地域の祭りでやってるとかっていう、なんかその意外とね、なんかそこの部分っていうのがね、人間臭い部分の人だったんだなって思って
でもね、言うてももう次世代の大阪の後し、次世代みんな頑張ったらいいですか、みんな。いや、だからもう30代のこの世代ですよ、88年まで。この間も美咲さん、それのやつでしたっけ、もっとした。もっとしたか。よろしく。まあでもそれを知りつつも、みんな、まあいろんなレイヤーがそれぞれ楽しくなると、誰もその、次はないと思ってるので、なんか、そんな話につながるところが楽しかった、良かったですね。なんかそのなかなか見えなかったこともたくさんあったので、仕事上で。今日、繋がって良かった。今日じゃなきゃ分からなかったことがたくさんあったので。うん、あるの、読んでいただいてすみません。いやいや、お待ちください。ということでございまして、そう、あっという間の、もう過ぎたか、もしかして2時間でございます。あ、もう、あ、ちょうどいいな、ちょうどいいな、ちょうどいいな、目がうまいな、目がうまいっすわ。いやいや、そのいやでもなんかね、あっという間で2時間いや、本当に、ね、とりあえずアンノンマルジェは来月5日でしたっけ。10月の14、15、16、14、15、16、場所はグランドフォント大阪コングレコンベンションセンター、地下のね、広いホールですね。去年と同じとこですよね。うん、なんか行ったら行ったでね、楽しくて長いのしちゃうんですよ、僕は。まあ、人といるんだよ、捕まえてもらったら。はい、そうですね。なんかぜひ皆さん高橋君に声をかけていや、でも今日ですいただきたいなと思います。人間臭い人だと分かったので声かけやすいんじゃないですか、次からは。なんかそんなことも含めて、うん、そういう人が熱い気持ちで続けてるというところに、ね、非常に可能性と希望を感じております。いやいやいや、なんか今日も良かったですわ。良かったですね。なんかご質問とかないですか。楽しいこれ。はい、なんか YouTube とかで帰ったいいや。もうはい、ということです。出張サロンモザイクのトークサロンボリューム32、本日のゲスト高橋亮さんでした。ありがとうございました。いや、ありがとうございました。トークサロンの方はですね、来月も後半にこんな感じでやりたいと思ってますので、引き続きよろしくお願いします。ということで、そろそろ配信の方を終了させていただきます。今日はありがとうございました。ご来場ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、さらに。はい。あ、たくさん見てくださってます。あ、よかった。ありました。今日のゲスト、高橋君でした。はい。ただいま劇場では、まことはじめさんの提案会。はい。ぜひお越しください。ぜひお越しください。今話題の AI です。今話題の AI です。ではまた、来月よろしくお願いします。お願いします。ちょっとね、意外と何人か書いてた。へぇ、やっぱみんな使ってますよ、スペース。スペースでこれやっと動かしてたら、3人ぐらい聞いてました。聞いてました。あ、すごい。ちょっと考えた方がいいですね、今後。意外にも、なんか、岡さんが、まあ、誰も呼ばずに、一人僕、主導なけれど、スペースをうまい、どういう形なのかよく分からなくて。まあ、だから、まあ、高橋君に入ってもらって、ミュートにしようと。高橋が弾いてるっていう通知が、みんなに。あ、みんなにやってるんですね。フォロワー、フォロワーみたいな。え、全く知らないんだ。全く知らない。スペース、使っとんの。一回で調べるのが開けるのに入ったことはあるんですよ。音声だけ聞くと。YouTube も終了します。今日のゲスト、高橋くんでした。ただいま、劇人では、何回も写真の箱、はじめさんの展覧会、開催中でございます。皆さん、お時間ございましたら、ぜひどうぞ。では、また来月、よろしくお願いします。さようなら。ありがとうございます。